素敵な大人は意外と身近にいるもの。さいたま市百人会議はつながる、始まる、楽しむがキーワード。毎月1回さいたま市にゆかりのある5人のゲストスピーカーを招きして、地域の人々がゆるーくつながるイベントです。詳しくはさいたま市百人会議で検索してくださいね。それなんでんねん。ラジオでんねん。ラジオの番組なんでんねん。オールナイト埼玉でんねん。オールナイト埼玉ってどんなんでんねん。どんなんてこんなんでんねん。はあ、こんなんがオールナイト埼玉でんねんな。こんなんがオールナイト埼玉でんねん。それなんでんねん。ラジオでんねん。土曜の9時はオールナイト埼玉。はあ、言ってもた。師走ですよ。はい、わあ、寒くなりましたね。うん、いや寒いね。寒いね。してますか。うん、いや今日走ったよ。走った。めちゃめちゃ走ったもん。うん。すごい。いや今日ね、うちの学校のさ、うん、最後の説明会だったわけ。入試説明会ね。うんはいはい、ああ、そうなんですね。あもう、まあ、僕はいつも個別相談の担当なんですけど、うんうんうんはい、まあ、大変いいよね。うん。うん、やっぱ、お疲れ様です。すごい、やっぱり、いっぱい来るのよ、やっぱり、うん、この時期は。そうなんですね。そう、前回がさ11月18日だったんだけどさ、うん、うん、まあその時はまあ俺担当じゃなかったからあれだったんだけど、はい、めっちゃ来たらしくってさ、へえ、うん、うん、休む暇なかったよってみんな言ってて、うん、うん、だから覚悟して臨んだら、まあまあ一応休む暇はあったんだけど、うん、うん、まあでもねやっぱね大変だった。うん、俺今回もう記録的な数やったかんね、ほんと。へぇ、うん、21人やった。へぇ、そんなに多いんだ。うん、まあそんぐらいのペースでさばかないとさばけない予約の数が入ってますよって言われたから、めっちゃさばいたんだけど。へぇ、うん、そう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 、まあそんな、こんなでやってましたけど、で、うん、今日はですね、うん、ものすごい久々な人が来てるわけですよ。そうですよね。はい、ということでですね、久々、なんと、うん、約2年ぶりの登場でございます。そんなにか。はい、はるちゃんでございます。皆さん、こんばんは。あらー。こんばんははるちゃん、お帰りなさい。そうだね。うんお帰りなさいって、あなた初顔合わせ。そうそうそう、確かに。そうですよね、なんか。初めましてです。ボス、ボスに。ですよね、そう、ボスになってる気になってる。いやいやいや、すいません、なんか申し訳ないです。はい、初めまして。ドンです。そう。ドンじゃない。ドン、そうそうそう。裏ボスです。大事大事。そうそうそう、裏ボスです。うん、はい、じゃあ、裏ボスということにしておきます。いやいや、なんでもないです。いやいやいや。もうさっき打ち合わせの時にはるちゃんさんこんばんはとか言ってたもん。そうそうそう。なんか違う、なんか変だなみたいな。何それみたいな。いやいや、うん、優しさがね溢れてる感じが伝わりましてありがたいですよ。ああ優しい、こちらもちょっと嬉しい気持ちです。ありがとうございます。うん、はい、ということでなんかどっちだけの会話がっていうのがされてますけど、はい、いつになくほっこりする会話があります。いやでもほっこりするよね。うん、だあんまりない組み合わせになりましたから今回はですね。確かに、はい、うんうん、というところなんですけど、まあ、はるちゃん久々ということでですね、今日はですねこんな感じで話してみようっていうのを考えてみたんですけど、やっぱほらご無沙汰してると、うん、なんかこう、うん、あれみたいな、なんかこう驚くことってあるじゃないですか。なんか、うん、うん、
うん、まあ久々の再会っていうんじゃ ないとしてもね、なんかこう久々に長いことやってなくて久々にやってみたらあれみたいな、ね、うん、そういうのって結構あるんじゃないかなと思うんですよ、うん、そうね、ということでですね、まあ、そんな話ですね、もうご無沙汰してたらびっくりしたみたいな、そういう、話をちょっとね聞いてみていいなというふうに思ってるわけなんですね。なるほど、うん、というわけで、まあまあ、えっちゃんはな、いくらでもありそうだからな。そうね。どうでしょう。どうでしょう、ちょっとね。ネタの方向ですからね。ネタの方向ですよ。悪くネタもんが。悪くネタ。いや、もうほんとほんと、ネタが服着て歩いてるみたいなもんだ。素敵な褒め言葉ありがとうございます、うん、ネタが服着てラジオやってるみたいなもんそう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 ですね、うん、はい、そうそうそう、どうなることやら、はい、ということなんで、まあ、とりあえずえっちゃんさんは後回しね、はい、わかりました、はい、で、はるちゃんさんはどうですか。はるちゃんさん気になる何個かあるんですけど、ちょっとでもおお、もう何トータルのというかテーマに合うのかなっていうのがちょっと分かんないけど、はいはいはい、コロナが結構長かったんで、長かったですね、うん、久々にディズニーランド行ったんですよ。おお、はいはいはい、ディズニーランド、かなりランド行ったんですけど、うんうんうん、かなり複雑になっててシステムが、あ、分かる、分かる、そうなんですね、そうなんですよ、分かる、まずファストパスがなくなったから、うん、なくなった、そうなんです、あ、そっか、そうなの、聞いた、聞いた、ね、ないよ、ない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 。あの、そうなんですよ。今、お伏せするシステムなんですよ。お伏せ、そう。何でもお伏せの。あ、課金。課金、そうそうそう。課金。課金。天井まで。そう、青天井に課金できんのか、あれ。わかんないけど。あの、一人当たり2500円とか追加すれば、もう待たずに乗れるシステムみたいなのが一部あって。へぇー。場所も見れる。優遇して見れるパレードがとかってあるので。ああ、そう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 。チケット代プラスアルファ結構とんでもない金額使っちゃいましたね。あ、マジか。そうですよね。飛んでるんで。そう。へぇー。だし、そのパークチケットも今高いんだよな。高くなりましたよね。どんどん上がります。そう、信じられないような価格だよ今。うんうんうん、あれ1万はいってんの？1万ぐらい超えたんだ、超えたんだ、やば、多分ね、あれね、変動料金制なんじゃなかったっけ、あれ、あ、アパホテルみたいな、アパホテルみたいな、なんでそこでアパホテルを出すの？なんか含みが、ちょっと分かりやすいから土日祝はね、ちょっとお高いみたいな感じで、お高いですよ、お高いですよ、はい、うん、だから、ね、やっぱ混む時が高いって最近そういう料金制度が増えてるよね、うん、いろんなとこでね、確かに、うん、確かに、うんうん、うん、なるほどなるほど、結構これがインパクトでかかったかなっていう感じですかね。なるほど、いや確かにそうだ、うん、その通りだと思う、うん、びっくり、うん、俺もびっくりしたもん、何、お伏せす、お伏せすみたいなで、そのまあまあ僕の場合引率で行くんだけどさ、うん、ね、生徒の引率で行くんだけどさ、同僚の教員からどうします、お伏せしますって、しねえよっつっていいよ、表現がいいよいいよ、乗れそうなの乗ろうよみたいな感じだったの経費で出してもらえればね、ちょっとしてもいいかもしれない。本当ですね。そう、いや、ね、そこまでしてくれるわけないじゃないかそれはそれはてめえの金でやれって話になるから、うん、おがちゃんある？そうですね。まあ、感じるのは、まあ、試験を今年受けてたわけですけど。あ、はい、はい、受けました。資格の試験ね。それの前とかって、やっぱり、こう、飲まないわけですよ。全然お酒を。あ、そう。要はほら、他の人に会うとかっていう時間を、なくすわけですから、そうなると家では飲まないんで、自分は。ああ、飲まないし、なんていうの、飲んだら勉強にちょっと、ね、マイナスになっちゃうんで、飲んでなかった時期が多かったのに、その何でしょう、やっぱり終わった後すぐとかで、こうね、まあ、予定がいろいろ入ってるんで、それで飲んだらもう、あれよ、もう回復が全然しないとか、
何日か連続で飲んでたらもうあのその間という2日目にもう飲めないみたいな感じで。あ、なるほど。なるほどね。まあ、ね、あの、うんうん、ウーロン茶だけみたいな。わかるわかる。あの3日酔い、4日酔いみたいな感じで、ね。そう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 。もう胃がね、全然動かないとか、そう、うん、そんな感じで。そう、それはやっぱりね。体勢が。そう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 。弱まった。うん、そうですね。それはびっくりしましたね。なんかこんなに飲めなくなったんだと思って。なるほどね。そうなんだ。27でもそうだったら俺どうなんの？ほら、ミカドさん毎日飲んでるから別に。あ、そうだね。あ、そうだね。うん。久々に結構ね、そうそうそう。久々に飲むとね、やっぱりびっくりしますね、ほんとに。なるほど。あなたがびっくりする。そう。確かに飲めなくなるのはあるかもしれないですね。ねえ、ありますよね。うん、わかるかな。どうかな、わかる。ごめんごめん、適当に言っちゃった。ダメだ。わかんねえな。はい、そう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 。うん、俺だって多分あれだもんね、死んで火葬場行ったらさ、よく燃えるだろうなと思うもんな。アルコールでやっぱり。そう、ね、燃料まみれでさ。燃料、確かに、うんうん。よく燃えるだろうなみたいな。こんなそんなに残ってるのかなとか言って。いや、残んねえだろ。そりゃ残んねえだろ、そりゃ。うん、まあ、そんなわけねえだろうって話なんだけど。死ぬ時まで飲んで、うん、で、あの、うん、えっちゃんさんはちょっと短めになんかエピソードを紹介してもらってもいいですか？はい、あの、うん、実はもう今日ありまして。またまたこの間も言うとったやんけ。意外とね、この1日のうちでなんかあるかなとか、意外とあるなって思ってて、この人エピソードこだわ、あれ困らないよこの人。そうだよね。すごいよね。そう、あの今日あの大河ドラマのあの、うん、どうする家康の再放送をあの昼間見てたんですよ。はいはいはい、あ、見てらっしゃった。はいはいはい。うん、そう、そこでなんか、はい、で大河ドラマって1年間通してやりますけど、うん、なんかこ う, う、ね、もう12月になるともう主人公の家康とかその周りの皆様方って、うん、結構もうご老人化するじゃないですか。うん、ね、ああまあまあそうですね。うんうんうん、なんかね、数ヶ月前に見たのとまた今日の、うん、あの主人公たちを見たらもう肌の感じとかご老人になってるっていう、なんかびっくりしたっていう、そんなんだったっけとか。なるほど。そうなんですよ。確かに、ね、あの松潤とかね、すごいもう今なんて言うんでしょう、今なんかご老人の役も別の人をこう起用するんじゃなくて、なんかそのまんまご本人がなんかこう肌の特殊メイクなのかな、うん、なんかすごいこうおじいさんっぽいメイクがこう結構リアルですごいなって、はい、ちょっと今日は特にびっくりして、あとなんか家康もそうだけど、その今川氏真役の宇治真純平くんも結構ご老人化してるのがかなりびっくりしました今日は。うん、なるほど。そうなんですよ。なるほど。そうですか。もう目のあたりがシワシワだったり、肌がなんか、うん、おじいさん独特のこうシミがこううまくこう散りばめられてたりとか、うん、すごいなって思って、うん、ちょっとなんかこうそういうのにこう、うん、はい、びっくりしたっていう感じです。確かにメイクの技術上がってますよね。はい、うん、そうなんですよね。うん、昔ほらカツラだけ被ってみたいな感じじゃないですか。はい、そう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 ね、そんな感じでしたけど、最近肌とかなんかリアルですとっても、うん、年齢感。ね、うん、まあただ逆に言えばあれですよね、はい、こうほら、子供時代とか、うん、うん、青年時代とか、あと老年期とかで、ね、あの出演者を分けるっていうことができないぐらい予算が厳しいっていう、そういう、うん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 、あ、すいません、また身も蓋もないことを言ってしまう。ああ、いやいや、でもそういうこともね、はい、あるんでしょうね、きっとね、人件費みたいな、うん、はい、なんか、うん、もう僕今日初めて言うんじゃなかったなと思いましたね、今。ああ、全然、はい、初めてやろ。何十回もあんだろ。言うなよ、そういうこと言うなよ、もう。はい、そんなわけで。はい、そんなわけで、ごめんなさいということでございまして、ね。いやいやいや、はい、では、今週も楽しくやってまいりたいと思います。タイトルコール、はい、行ってみよう。おがちゃんと、みかどの、オールナイト、埼玉。
毎日何かしら発言を後悔しております、オガちゃんです。いやいや。常に発言を後悔しております、ミカドです。そうだろうな。ジャガジュー、ジャガジュー。はい、ほっこり系だけど、オールナイト埼玉のドンです。マンズメイトのエッちゃんです。はい。はい。約2年ぶりになってしまったという、同じくおマンズメイトのはるちゃんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、豚も踊ってた木に登る。究極の素人ラジオ、オールナイト埼玉。この番組は、メイン MC のオガちゃんとミカトさん、そしておマンズメイトの私、エッちゃんと、久々出演のはるちゃんが、それぞれの自宅とサテライトスタジオキーステーションに、オンライン会議ツール、ズームと、ライブ配信ツール、Facebook ライブを使って、全世界のリスナー様に向けて、今夜も生放送でお送りいたします。なお、約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますので、そちらもぜひお楽しみに。今日も4人でお送りするオールナイト埼玉です。それでは今夜のコーナー紹介をまずはミカドさんからお願いします。はい、かしこまりました。まずいつものマスター君のマスターピースをお送りした後、21時30分頃からは1回目が大好評でございました新コーナー、100人乗っても大丈夫でございます。イエーイ。いやー、もうこれはですね、もう3週間後に迫っております。そうだね、ということでございまして、こちらのコーナーでは埼玉市100人会議の中の人をお招きして、埼玉市100人会議の PR をしてまいります。今回の中の人誰が来てくれるんでしょうか、お楽しみに、ということですけど、大体想像がついてるのかもしれないですけどね。はい、もう来たかもしれないですけどね。はい、ということでございましてですね、もう3週間後ですよ、3週間後。わー、ね、早いね。一瞬で過ぎた。いやー、もう、華々しく復活を飾りたいと思っておりますけども。わー、ね、必死にやっておりますけども。すごい。うん、すごい。いや、本当に忙しくなりますということでございますけどもですね、はいはい、楽しみですね、我々もね。そうね、まあ、いろんな方が、ね、登壇されたりとか参加でされたりとかっていう形で多分ね、何かしらいいつながりが生まれるんじゃないかなという期待はしておりますけれども、もう絶対、まあ、生まなきゃいかんよ俺らも、やっぱそうだね、うん、はい、来てくれるからにはということで頑張りたいと思いますが、うん、頑張りましょう、はい、それではそのコーナーに続いては、はるちゃんからご紹介お願いいたします。はい、続いて21時55分からはえっちゃんとおばちゃんの秘密基地。はい、はい、イエーイ。えっちゃんとおばちゃんのアラサーコンビがミカドレンダーに引っかからない秘密基地からアラサーと〇〇というテーマでトークを展開します。はい、イエーイ。ミカドレーダーで笑ってましたけど、いや、だからほら、はるちゃんがそうね、知らないコーナーですからね。そう、うん、はるちゃんがはるちゃんの知らない世界ですからね、はい、そうそう、そうなんですよ。もう ここはね、ここは僕はね出られないなんか厳しい。そう、禁断の領域なんで僕入れない。禁断の、はい、っていう、常に僕は索敵してるんですけど、なかなかね、つかめねえんだな。いや、もうね、盗聴器見つけては捨ててるんで、ね、うん、そうですね。そうなんだ、また見つけてやると思ってますけどね、うん、はい、というところでございますけれどもですね、まあまあまあ、アラサーと〇〇っていうね、はい、テーマでずっとやってますけど、今回も楽しみだね、うんうん、そうですね、はい、うん、ね、はい、この内容は後で聞いてくださいということで、うん、お楽しみに、はい、お楽しみに、うん、はい、はい、さあ最後のコーナー紹介はえっちゃんからお願いします。はい、最後に22時25分頃からは、方言がじわると評判のこのコーナー、埼玉ミュージックアカデミー。はい、これがな、うん、はいはいはい、はい、今夜も歌次郎先生が方言丸出しで音楽を解説いたします。うん、塾生も募集中とのことなので、ぜひリスナーの皆さんも体験入塾してみましょう。はい、はい、ということでございましてですね、なんかファンが多いらしいということが分かってまいりましたね。素晴らしい。はい、あの男には、そうね、うん、宇田次郎先生、宇田先生じわるんだって、方言が、うん、確かにじわる。なんかね、ほら
ちいちゃんがほら前回言ってたけどさ、うんうん、あの方言喋ってるだけでいいって言ってたよね。いやそれじゃダメだろうと思ったんだけど。方言だけで面白いから、うん、まあでもほらえっちゃんのさあの番組にさ、うん、あのうたじろうが出たことあったもん。出たことありますね。15分ぐらい本当にちょっとだけやってるんだ。あ、あれ別にあの音楽そう音楽解説もなしにあのただ方言喋ってるだけだったもん。本当ですね。そう、うん、まさかのそういう出演もあるんだなって。そう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 なりましたよね。はい。はい、ということでお楽しみにしていただきたいと思います。今週も、ミニコーナーを含めた豪華4本立てでお送りいたします。さて最後に今週の選曲テーマですが宇宙っぽいでございます。はい、おはそうなんです。こちらはこちらはですね、はい、ドドン、はい、今日はですね、日本人宇宙飛行記念日。おお、うん、1990年にですね秋山豊寛さんがですね、日本人初の宇宙飛行を達成したということでございますので、まあなんかこう宇宙を感じさせるようなね、そういう曲を、募集したいと思っております。なるほど、はいはいはい、リスナーの皆様からのリクエスト曲もお待ちしておりますのでどしどしお寄せください。はい、たくさん待ってますよ。はい、投稿の宛先はいつもの Google フォームです。それ以外にも当番組の公式 X、公式 Instagram の DM などでお寄せいただいても結構です。ズームでお聞きの方はチャットに Facebook ライブで、お聞きの方はコメント欄に URL が上がっております。うん、はい、投稿が採用された方には番組特製ハンコステッカーをお送りしますのでステッカー欲しいよという方は連絡先、氏名のご記入もお忘れなく、こちらのフォームまたは番組公式 SNS の DM などにどしどし投稿よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今夜の選曲テーマは宇宙っぽい。1曲目は1999年リリース相川七瀬さんでコズミッククラブ。はい、聞いていただいております。相川七瀬さんでコズミッククラブ。うん、もう踊っちゃいました。いや本当だな。適当なこと毎回言ってるけど。いや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 、いい曲だと思うんですよ。そうですね、僕は乗りたくなる曲でした。うん、ちょうどね、この頃、僕、大学3年生ですけど、うん、あのね、相川七瀬の、カバーバンドやってたんですよ。あー、で、僕、キーボード弾いてたんですけど、で、うん、この曲やろうよって言ったんですよ。したら、要は、その、ベースが、これエレベなんですよ。要は普通のベースじゃなくてシンセベースっていうんですか。へえ。だから、うん、うねりすぎちゃって要は、うん、だからベースのやつがこんなんできねえって言って、うん、でできなかったのよこの曲、うん、そうなんですね。そう、うん、だからちょっとなんか懐かしくてね、うんうん、おー、うん、ちょっと宇宙っぽいっていうので真っ先に思いついたのはこれだったんだ。うん、コズミックですから。もうそうですね、うん、はい、というようなことでですね、うんうんうん、まあ相川七瀬さんもだって今も、うん、まあママドルっていうのかどうかわかんないけどさ、うん、大学生だもんね今ね。へえ、ね、みんな学び直し多いですね、うん、なんかね。そうそうそう、確かに、うん、ちょうど俺と同い年ぐらいなのよね彼女って。へえ、そっかそっか。ええ、うん、そっか、そうなんですね。加藤さん負けてらんないですね。いや、負けてねえ。俺は負けてねえと思ってるけど、さ、世間的には負けてるでしょうね。いや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 。うん。まあ、というようなことでですね、まあ、相変わらずというか、若い頃とあんまり変わってないなっていう感じしましたよね。うん。はい、ということで、うん、もう本当に好きなアーティストでしたからね、相川七瀬さんは、ということで、はいはい、うん、うん、ということで聞いていただきました、相川七瀬さんでコズミッククラブでございました。時刻は21時27分になるところです。お知らせの後はマスター君のマスターピースです。
ついつい気分が沈みがちな月曜の夜は、私柴田悦子が皆様を素敵な出会いとトークのクルーズへご案内いたします。笑顔の港は夢の種放送局パープルチャンネルにて毎週月曜夜9時から30分間の船旅です。さてそろそろ出航のお時間です。ご乗船のお客様お急ぎください。土曜の夜の生放送、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉、オガちゃんに学べ。マスター君のマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。今週もパーソナリティの横暴の犠牲になりましたマスター君が選んだ珠玉のマスターピースを味わってまいりましょう、うん、さあということでございます。イエーイが多いね今日は。どうした、うん、なんか言っちゃうところがありますけれども、はい、はるちゃん大丈夫ですか、引いてませんか。大丈夫ですか。そんなことないですよ。はい、そんなことない、うん、本当にこうでも、ね、温かいところで受け止めてくださいますよね、はい、本当にもうあのほらはるちゃんはさ、その初代アシスタントですからね、うん、そうだね、大先輩です。そうそうそう、くらいの時ですよね、うん、そうですそうです、もう始めたばっかりの頃ですよ。うん、で、うん、でしかもあのビップルームの初ゲストもはるちゃんですか。おお、ね、そんな、うん、そうだったのか。そうなんです、そうでした。ビップルームの初めて尽くしなんですよはるちゃん、うん、すごい。はるちゃんがあってオールナイト埼玉があるってことですね。そうだね、うん、そうそうすごい、いや、うん、続けられてるのが本当すごいなと思って、うん、ありがとうございます、はい、本当にもうだからだいぶ雰囲気変わったでしょうちの番組。もうなんか本当にラジオですよ。ま、マジの、マジの。でしょ、まあ、まあ、僕らそれ目指してやってきたもんね、おばちゃん。そうね。まあね、パクリでしかない放送ではありますね。そうで。いや、でも、パクってるからこそ、あの、安定的にできるんだって、僕は自負してますけどね。そうね。パクリから生まれる芸術がありますね。うん、そうです、そうです。うん、はい。ということで、これが芸術なのかっていう話はあります。芸術って言ったもん勝ちなんだよ。はい、というところで、またマスター君から寄せていただいたんですけど、はい、これはですね、あの、まあ、正直変化球できたなっていう、あの曲としては王道なのよ。曲としては王道なんだけど、ちょっと変化球できた。なるほど。うん、いう感じがします。はい、ということで、マスター君からのメッセージをおがちゃんから今回は。はい、はい、かしこまりました。はい、宇宙を題材にした作品はコメディや少し不思議な物語などいくつかありますが、うん、リアルな世界観の作品で私が初めて会ったのが、ガンダムですと。うん、そうだね、うんうんうん、映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアの主題歌として制作されたこの曲、うん、アムロと、シャアの、表裏一体をイメージした歌詞とタイトル、そして作曲の小室哲哉さんは硬派な映画のストーリーに恥じないように宇宙の広大さをイメージして壮大かつ派手すぎないアレンジにしたと語っていた通り、うん、宇宙の神秘性や、ロマンを感じさせるものとなっています。はい、今回のリクエスト曲は2019年にリリースされた森口博子さんのカバーバージョンです、うん、ガンダムの宇宙世紀作品を各種メディアで展開するプロジェクトの一環として制作された経緯があり、そんなことができるほどに長年愛されている作品だなと改めて感じますといただきました、うん、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、あの我々は一応ガンダム世代にあの入ってるんですよ。なるほど。はい、あのど真ん中ではないんだけどね。うんうんうん。うん、まあ、ちょっと前なんですよ。はいはい、僕らよりもちょっと上の世代なんですよ。あ、そう本当のガンダム世代はね。うん、うん、で、まあ、僕らの頃はあのだいぶガンダムもちろんあったんですけど、あの、うん、だいぶそのアニメとしてはだいぶ下火になってきてた頃で、うん、うん、
うん、だからまあちょっと上の世代なんですけど、でこの逆襲のシャアのね主題歌、これあの小室さんが作曲したっていうところでお分かりだと思いますけど、これあの最初に歌ったのは TM ネットワークなんですよ。ああなるほどね、うん、そうなんだ。でいろんな人がカバーしてて、はいはいはい、うん、でおそらく最新のカバーでしょうねこれね、森口博子さん、うん、でほら森口博子さんでガンダムっていうとそのエターナルウィンドっていう曲があるんですけど、やっぱガンダムとね森口博子さんは相性がいいんですね。なるほど、あの、何曲も歌ってるんで森口さんが、うん、で、あそっか森口博子さんもカバーしてたんだっていうのに、あの今回マスター君があの教えてくれて気がついたんですけど、うん、うん、いや森口博子さんも息が長いですからね。いや本当ですよね。いや本当そうですよ、うん、若いし、あのそう僕らの頃はもう、うん、ただのって言っちゃいけない、あのバラドルっていう感じで、その歌なんか歌うのっていう感じだったんですよ、うん、僕らの頃はね、うん、だけど歌っても上手いしね。そう上手いですよね、うん、上手いです上手いです、うん、本当、うん、ね、うん、であのベイ FM で長くねあのラジオやられてるから、うん、あの森口さんも、うんうん、俺森口さんのラジオ好きよ結構、うん、そうで森口さんのラジオの大ファンなのがあのなんと爆笑の太田さんね。ああ、あの人結構ラジオ聞くもんね。そう全部聞いてんのすごい、なんかすごいそう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 、はい、ということでございまして、じゃあ聞いていただきましょうかね。はい、はい、それでは聞いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピースです。森口博子さんでビヨンザタイム、メビウスの空を越えて。素敵な大人は意外と身近にいるもの。さいたま市百人会議はつながる、始まる、楽しむがキーワード。毎月1回、さいたま市にゆかりのある5人のゲストスピーカーをお招きして、地域の人々がゆるーくつながるイベントです。詳しくは、さいたま市百人会議で検索してね。土曜の夜のトークセッション。オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。やっぱり埼玉、100人乗っても大丈夫。さあやってまいりました。こちらのコーナーは2023年12月23日、3週間後ですね、約4年ぶりの再始動を果たす予定のさいたま市100人会議、こちらのイベントの魅力を運営に携わる中の人が語ります。はい、好評につき第2回目となりましたこのコーナーですが、まあ我々も中の人なんですが、ということで、それはね、そうだね、そうだ、それはそうなんですけど、はい、毎回ですね、あの我々以外の中の人をですねお呼びいたしまして、いろいろ話を聞いていきながらですね、イベントを盛り上げようと、ね、そういう企画でございます。ということで、それでは、早速、今夜の中の人をお呼びいたしましょう。この方でございます。はい、こんばんは、リスナーの皆さん、お久しぶりです。コマンズメイトであり、さいたま市100人会議の中の人でもあります、はるちゃんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。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 まあやっぱりそうだなっていう感じですけどもね。そりゃそうですよ。だって、この3人でね、最初ね、やりましょうって話がまずあったからね。まあ、オリジナル3と言いましょうか。ね、まあ、最初に、こう、あれも奇跡的だったよね。ほぼ同時に3人が別々に思いついてたっていう。そうですよね。そう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 。確かに、ホームページに私、何か自己紹介の時か何かに書いたのを、うん、あ、そう思ってたんだって、確か、おかちゃんだったかな、に声かけてもらった記憶になってる。うん、そう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 。はいはいはい、はい。そう。で、そうじゃね、冴えない二人がね。
うん、ハルちゃんに声かけてたわけですからね。そう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 。いやいやいや。いや、俺も調べてたんだよ、みたいな感じで、こう、そう、俺はね、なんかね、飲み会の時に、オガちゃんかなんかに言ったのかな、あの、100人会議ってどう？みたいな。あれじゃない？あの、うん、2人でほら、沖縄料理で、刺身で飲んでた時。そうそうそう、その時、その時、その時。あ、どこだっけ？高円寺とかだっけ？高円寺、高円寺、高円寺、高円寺の、高円寺の沖縄居酒屋で飲んでた時に、うん、100人会議どう？とかっつって。うん。うんうん、100人会議ってのあんだけどさ、とかっつって。へ、うん。言ったら、してね、そうそうそう。なんか、そうそうそう。で、はるちゃんもなんかそんなこと言ってたような気がすると、え、マジで？ってなって、うん。そっから、やろうぜやろうぜって動き出していった感じですよね。そしたら、なんか、あの、どんどん、あの、当時の僕ら3人のコミュニティとは違うところ、からどんどん入ってきたんだよね。そう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 。そうですね。不思議な集まりですけどね。そう。で、そんで、あの、第0回っていうのかな、あの、まあ、第1回に向けてプレイイベントっつってやった時には、ありました、ね。その時にはもう、6人になってたのかな。そうだね。うん、すごい。あん時、あん時の喋り下手だったな、自分って思いながら。いや、俺も下手だった、あれ。すごい、みんな成長してる、うん。まだ全然ラジオやる前で。うん。ね、うん。別に下手くそだなと思いながら、多分思われてんだろうなと思って。そう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 。本部の人とかにね。あの時にね、出会った人って、今はなんだかんだ繋がりあったりとか、やっぱ、ああいうね、うん、当時のもう5年も前になるのかな。うん、その時に。そうですよ、うん。うんそう、だから、あん時は。通りで年を取るわけですね、本当に。いや、年取ったよ。取ったよ。だって俺、あん時まだ40歳だったんだもん、だって俺。そうだよ、ね。40歳だよ。もう今45だよ、俺。いや、本当に、うん。うん。年取ったなと思うけど。まあ、ねえ、えっちゃんもね、あの、埼玉市の100人会議ではないけども、はい、関わってたんだもんね。あ、うん、そうなんです。あの、うん、ライター100人会議、そうなんですよ。ライター100人会議っていう、あの、100人会議で、ちょっと当日の運営とかを手伝いしたりとか、あと自分もちょっとゲストスピーカーで出たことがあって、関わってました。うん、そこで、おがちゃんと出会って、今に至るっていう感じです。そうですね。はい。言ってましたね。そっかそっか。うん、いやー、えっちゃん当時全然強く言えないから、もう、なんか、長く話してる人止めないのよ、全然。そう、ファシリテーターなのに、なんかね、止めづらいんですよ。なるほど、なるほど。そう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 。あの、時間が来て飛ばされるみたいな。そうそうそう。あ、じゃあ次の人で、みたいな感じになって。本当にね。もう、なんか、はい、強気に出れない人でしたからね、あの頃は、ね。そう、ちょっとエッチャンルームはカオスできてます。そうそうそう。全然ファシリテーションできてないっていう。あの、聞く、気持ちよく喋らせすぎた。そう。傾聴も大事ですもん。傾聴もそうですね。いや、大事なんだけど、あのね、野放しなのよ。そうそうそう、ただあの見てるだけみたいな。そうそう。投げっぱなしもいいとこみたいな、うん、すいません、はい、さあというところでございますけども、はい、いよいよ話していきたいと思うわけですけど、まあ、あのオープニングトークでもね、あのちょっと、うん、あ、話したっけ、話してねえか、はるちゃん2年間な、あのうちのラジオでは言えば2年間ですけど、はいはい、何やってたんですか、忙しかったんですか。そう、忙しかったですよ。うん、多分ね、1月に出た後とかも、うん、試験を受けるとかなんとか言った後に出たのかな？そう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 、うん、そう、確かそうだった、そうだった、そうだった。部署がね、そう、移動ではないんですけど、子会社の仕事をやったりとか、結構、うんうん、この約2年間、かなり会社が結構大変で、年齢とともにやる、うん、ことも増え、いいことであるんですけど、うんうん、ね、で学校にねちょっと家族を差し置いてまた学校に行ったりとか、そう、意外と自由なんだよな。そう、だってレポート、結局レポート提出しなきゃいけないんで、ゴールデンウィーク全部引きこもったりとかしちゃって、大変だね、結構頑張ってる、大変だね、すごい。で、あと会社が来年移転するっていうので、やったことない業務が増えてっていうので、うん、結構そうです、うん、
そうね、もうだって。でね、子供も小学校になったんで、5年も月日が経ったんで。そうなんですよね。小学生なんですね。それが大きいかも。うん。そう。それは大きいですね。ね、だって、俺らと出会った頃なんてまだちっちゃくてな。そう、2歳とか3歳とかなんで。そうそう。もうね、人見知りもいいとこでね。で、もう全然、全然俺らと遊んでくんなかったのに、なのに、いつの間にかね、あれ、はるちゃん覚えてます？ほら、農園かな、そう、農園かなんか行ってさ、ほら、アイスで。シャトレーゼのアイス食べるとかっていう企画やったじゃない。はい、で、俺、撮影要員で行ったわけですよ。はい、あ、そうだね。そう、撮影要員で行っていただきました。そう、行ったらさ、はるちゃんの娘ちゃんがさ、うん、俺をおもちゃにして遊ぶのよ。もうすごい懐いちゃって、あっちに行こう、あっちに行こう、すごい連れ回されてましたよね。そう。連れ回し。すんごいの。ね、あっち、ヤギさんとこ行こう、ヤギさんとこ。待って。で、行くじゃない。で、行くんだけど、途中で飽きんのよ。途中で違うこと言い出すの。おいみたいな。もう俺さ、何ものすごい勢いで突っ込んでんだけど、全然ね、もう、なんていうの、こう、手応えがないわけ。もう自由奔放に、ボケにすらなってないみたいな状態になってて。子供と、それぐらいの子供とこう、何かするっていうシチュエーションは多分なかった。なかった。新鮮。そう。俺だってちっちゃい子供苦手なんだもん、だって俺。あ、そうなんですね。だけど、はるちゃんの娘ちゃんはね、なんかすごくね、俺もね、ツッコミがいがあったんだけど、なんせね、手応えがあんまりないんで。このさらにパワーアップしてるんで、あ、本当、はい、また次回お会いした際お楽しみにっていう、あ、そうですね、ぜひぜひ思ってますけど、はい、はい、っていう、まあそんなまあね、子育てママとしてね、若者会議時代も、あ、そうね、そうやってた、はるちゃんだったわけですけど、うん、で、まあ、それでね、4年ぶりに復活ですけれど、その、はい、まあ、一応、ね、6回まではやったんだよな、俺らね。6回まではやりました、100人回。6回までやって、そうだね。で、コロナでもうダメになっちゃったんだけども、あ、そう。ね、そう、オンラインはやらない。もうオフラインで対面こそが100人会議だって言い切ってやらないを選びましたね。そうだね。そう、やらない。難しいもんね。難しいんですよ。要はね、それに、なんていうの、参加費見合ったものをね、うん、渡せるかどうかって。うん、かもってね。そう、だからそういうのが。議論しましたよね。すんげえ議論した。で、その。柄にもなくみんなでやってほしい。何もなくって失礼。そう。あん時はさ、すんげえもうみんな熱くなって議論してたよね。熱かったですよね、あの時。熱かった、もう。で、そんでさ。今ちょっと冷めきってるかもしれない。いやいや、冷めきってない。何言ってんだ、冷めきってない。見てる人がいないかちょっと心配だけど。いや、あん時はさ、もう今だからもう言えるけど、俺ら本部に喧嘩売ってたもんね。いや、そうなの。喧嘩売ってたの。若干、そうだよね。うん。若干喧嘩売ってて。うん。なんか、ね、本部のなんだ、資金の使途の明細を出せとか言ってたよね、俺らね。強い。何に使ってるか分かんないっておかしいだろうみたいなこと。確かに。今まで言ったんでしたっけ？言った。うん、やったね、そんなことも。言った。うん、エッカーさんがそんな100人会議のそんなことなってたんだ、埼玉市って感じで。なんかすごい当たってすごいもう、そうそれだけこうガンガン行くような感じだったんですね。そうね。いやだってさ、対面じゃないから、やっぱりその会費1000円って取りづらいよねってとこから始まったの。なるほど、オンラインになっちゃうとってことですよね。そう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 。で、まあ
やっててもやってなくても、あの月額パテント料みたいなの払わなきゃいけないんですよね。うん、あ、へえ、うん。で、そんで、いや、全国的にできてねえんだから、みたいな話になってっていう話だったですよね。うん、あの時はね。そう、うん。今考えるとよく言ったなと思うけど。やべえやつらだみたいな感じ。そう、よくそんなこと言ったなと思ったけど、まあ、ね、で、まあ、一応第6回まではやったわけですけど、うん、そうですね、30人と出してもらいました。そうそうそう。おー、すごい。そうなんですよ。で、はるちゃんがさ、あの、うん、一番思い出に残ってる回ってあります、うん、あるいは一番思い出に残ってる登壇者でもいいんですけど、うんうん、結構ね、自分2回ぐらいすげえ大変だったの、まあ、3回ぐらいあるか、全部か、全部大変だったんですけど全部大変か結局全部か、まあ全部、ね、まあ全部だな、うん、大変だよ。100人会議やるんだったら絶対やりたいっていうのは、女性だけの登壇者の会っていうのを絶対やりたいってずっと言ってて、言ってたよね、うん、でちゃんと実現したもんね、うん、3回目だね、そう、しかもお風呂カフェうたたねさんでやるっていう結構豪華なバージョンでやったんですよね。そうでしたね、あれちょっと仕事の関係で行けなかったけど、あれはね、本当俺行きたかったんだ、あれね、あれはちょっと本当良かったのよね、うん、確かに、皆さん協力していただき、うたたねさんも、そうそうそう、はい、あのお風呂カフェっていう、うん、まあ、えちゃん知らないと思うんですけども、はい、大宮の外れの方にあってね、うん、お風呂を開放したカフェってことですか？要はね、もともとはね、普通の何でもないスーパー銭湯だったんですよ、もともとは。はい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 。で、うんうん、そこを別の企業が入って、うん、お風呂カフェっつってこうリニューアルして。へぇ、うん、だから、銭湯なんだけど、まあ銭湯というか、その、まあまあまあ、日帰り温泉みたいな感じなんだけど、うん、本がいっぱいあったりとかして。そうそうそう。へぇ、で、今ね、ハンモックがあったりして。そうなんです。へぇ、うん、うん。だからこう、なんか。お風呂はもうないんですか？お風呂のその銭湯、内装はそのまま残して、そこをカフェみたいな。いや、ね、温泉もありますよ、もちろん。いや、だから、温泉もサウナもありますよ。そうそうそう。あ、そうなんだ。うん、風呂はだからイメージ的に言うと、風呂はそのまんまで、うん、なんか、いわゆるこってこてのスーパー銭湯じゃなくて、うん、うん、もう普通のなんかこう、ね、カフェみたいな感じ。おしゃれ、銭湯みたいな感じだった。おしゃれな雰囲気の銭湯。ちょっと満喫要素もあるんですよ、なので、漫画も。そうそうそう。なるほど。ゆっくりできたりとか、うん、で、カフェ味噌がすごい凝ってて。へ、うん、美味しそう。本当、いいところなんですけど。へ、ちょっと気になります。そう。あそこで、あれ、お風呂入って、うん、勉強とか仕事とかもできるもん、あそこ。ああ、いいですね。行こうかな。いや、俺何回も使ってたんだよ、あそこ。常連常連ってほどじゃないけど。何回か。ちょっとカップルが多いから、ちょっとなんか、行きづらいな、みたいな感じが私になってきて。ああ、なるほど。そういう感じ。そうそうそう。うん、俺が行ってた頃は、学生と高校生とかが多かった。うんうん、だから逆に俺が肩身狭かったの。おっさんがさ、おっさんがこう、何、喫煙所でタバコ吸って、じゃあ戻ってきてこうパソコン広げて仕事してみたいな感じやべえやつや。そう、俺が肩見せばかった、逆に、うん、そう、そんなね、場所でやったりとか、ね、うんうん、へえ、あ、その場所で白人会議のイベントやったの。へえ、面白いですね。そう、お食事にね、うん、そこで食べたりして、あ、なるほど、ね、はい、空間も楽しめそうですね。そうですね、よく、面白そう。そう、だから、攻めたんだよね、俺らね、立ち上げの頃ね。頑張りすぎた。すごいですね。ってましたね。今、頑張りすぎたって言おうとしてた。頑張りすぎた。すごい頑張っ、すごい企画、すごい。うん、凝ったよね、すごいやってんなっていう感じがしますよ、すげえ凝ってたのよ、あの頃、うんうん、やってましたね、気合入りまくりで、入りまくりましたよね、そんでもうまだまだ行くぞってやってたらコロナになって、そう、なんかね、うん、
だからこの、うん、ね、うん、このエネルギーのやり場がないぞってなって、ね、あのね、あの間違って本部に噛みついちゃったね。そういうそういう感じだったもんな、あれな。そう、大宮ストリートテラスっていう屋外イベントも一緒にやる、そう、そう、それやったのに台風で中止になったのよ、あれ。あれもね、ちょっと今で引っかかるみたいなのあります。そう、あれはやりたかったね。ね、うん。まあでもね、その時に登壇予定だった方とかスライドしてね、うん、あの、この後、登壇されますからね。そうなんですよ。はい。というところで、じゃあちょっと一曲を、一曲をってなんですか、一曲聴いていただきたいと思いますけれど。はい、はい。私ね。はい。おばちゃんです。はい。これね、6月に、あれですね、マスターさんが、あの、リクエストというか、くれた、あの、同じアニメなんですけど、うんうんうん、はい、同じアニメ、同じバンドなんですけど、結束バンド。うん、結束バンドね。うんうん、はい。こちらでね、そうですね。ちょっと星座とかっていう形で、まあ宇宙といえばね、うんうん、まあ星とかもございますし。まあもちろんそうです。もちろん、ね。冬の空はね、あの、多分澄んで綺麗だっていう。ああ、綺麗だからね。そうそうそう。安いかなと思いますので、あ、そんな折に、うんうん、聞きながら、まあ星を見るのもいかがでしょうかということで。うん、はい。今回も候補に挙げてた曲、マスターさんから、っていうことで、うん、そうですね。はい。ということで、聴いていただければと思います。はい。はい、結束バンドで、星座になれたら。はい、聴いていただいております。結束バンド、星座になれたらでございます。うん。うん、まあ、やっぱ、いい声してるね。そうだね。透き通った声してますね。うん。で、またこれはアニメの曲なの？これ。うん。あ、そういうことか。アニメから生まれてんだよね、そのバンドがね。あ、そうか。あれを、あの、慶応みたいな感じ。あ、そうだよな。うん。そもそもそうだよな。そうそうそう。そっかそっかそっか。いやー、ほんとにね。うん。まあ、でも最近俺アニメあんまり見なくなっちゃったからな。でもアニメ初のね、曲、流行ってますからね、やっぱね。うん、やっぱランキングアニメの歌ですもんね。そうなんだよな。うん、いやー本当にね。まあでもね、まあ曲のテーマもねすごくいいしな。うん、いやいい感じだなというふうに思っておりますけれども。そうはい。さてさて、まあ聞いていただきながら、まあ。はるちゃんもまあお忙しいとは思いますけれどもですね、まあいよいよ3週間後にね、迫ってまいりましたですけれど、はい、まあ今回というかね、復活第1弾、第7回ですよね、はい、うん、はい、こちらがまあ12月の23日そうですね、で、うん、第8回が、1月の14日、うんうん、はい、っていう形になってて、でそんで、もうですね、一応4月までは日程決まってるんですよ、一応。そうですね、うん、はいはい、早い。そうなんです、もう一気火星に行かないとね、っていう畳みかけていきますからね、段取りしてくれててね、はい、あ、いや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 、で、まあ、あのはるちゃんは、お忙しいながらもですね、まあ、Facebook あるいは、X ですね、はい、まあ、その辺のいわゆるその、はい、まあ、投稿周りっていうんですかね、はい、はい、あのその辺を、やっていただいてるわけですけれど、はい、まあね、あのこの第1回のね、100人乗っても大丈夫、若杉さんに出てもらう、あ、そうですよね、はい、はい、でそれをあの、はるちゃんの方から、はい、Facebook ページに、そのコーナーだけ切り取った動画載っけられないですかね、はい、みたいな話があって、はい、ああ、いいですよ、じゃあデータ渡します、はい、つって、やったのね。はい、うん、うん、まあそれも結構聞いてもらってんのかなっていう感じがします。本当ですか？うん、よかった。うん、まあ、ね、あのね、あのあれですから、100人会議の好きなように使えるメディアを持ってるのはうちぐらいだろうっていうね、埼玉市ぐらいだろうっていう、ね、うん、
すごい。そう、あの我々一応攻める100人会議という裏テーマみたいなね。そうそうそう、攻めますよ僕たちはみたいな。まあ本当に、まあでも久々にその振り返ってみてもやっぱりそうですよね。6回目までもやっぱ攻めてたもんね、さっき言ったけど。そうだね、うん、コンセプトで行くぞみたいなところが結構あったんで。コンセプトとか人のつながりみたいなのを気にして、人も組、うん、なんだろうね、そう、人のなんか調整とかもすごいやりましたよね、うん、なんかやったやった、もう女性会だからここに固めんぞみたいな、そう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 、言ってよみたいなのとかね、うん、やりましたですけど、まあちょっと間が空きすぎたんで、まあコンセプトどころじゃなくなっちゃったんで、今はちょっとあれですけれども、ね、会議のねいいところって、なんとなくその次の多分23日とかも感じると思うんですけど、うん、なんとなくその日のコンセプトってで、うん、あるんですよね、なんかやっぱり共通項みたいなのが、そう、なんか、うん、そう、自然とできてくるっていうのかな、ね、なんか、うん、そうですね、こっちがしっかり仕立てなくても、うん、勝手にできちゃう感じが、なんだかんだね、なんだかんだ、あるんですよ。うん、でまた、なんかね、すごいなと思って見てもね、そう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 。でなんだかんだでやっぱり来た人たちが盛り上げてくれんだよね、なんだかんだ、ね、すごい、うん、そうですね、そうそうそう。最初みんなどうしたらいいんだろうみたいな感じになってるんだけど、うん、意外とね、わっちゃわっちゃ盛り上がってくれてね、へえ、うん、参加者の方々ですか。そうそうそう、参加者が、ね、参加者の方もって感じですね、うん、へえ、素敵ですね、みんなでいい場作りができるんで、うん、そうだね、やっぱあれはすごい充実感ありますよね、すごく、ね、うん、また回を重ねるごとにね、人脈も広がってくるんで、うん、カメラをやりたいって言ってくれる人たりとか、そうそうそう、また出てくるのかなって思って、そう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 、まあ、あの頃はラジオやってなかったし、 YouTube の投稿もやってなかったからあれですけども、うん、我々もね、うんうん、だけど、まあ、今はね、だいぶスキルもあるし、まあ、我々でできることもあるし、その、まあ、登壇者の方と来場者の方、で生まれるこうなんていうんですかね、ハイブリッドみたいなのね、うん、まあ、我々がそれは求めてるところでもあるし、うん、うん、なんで、まあ、そこが楽しいですよね、本当に、うん、うん、はい、っていうことですけども、うん、はるちゃん的にその、はい、次回、まあ、次回というか、第7回ですね、はい、なんかおすすめポイントというか、そういうのが、はるちゃん的な視点で、この辺が面白そうですよみたいなのあればちょっと聞きたいんですけど、うん、うん、どうですか。そうですね、開催場所、開催場所は大宮なんですけど、結構エリアが、うん、バラバラで参加するっていう奇跡の大宮集まりみたいな感じをしてて、うん、あ、そうだね、そういえば、なるほどね、そうかもね、なんかそういうのも見どころかなみたいな感じです、うん、普段大宮に来ないんじゃないこの人たちっていう人たちが集まってくれてるっていう印象があって、うん、そうだよ、確かに浦和用の大宮、そうそう、岩槻、うん、集まってますね、そう、なんかそういうなんか違う地域ネタみたいのでも盛り上がれそうかなって思ってます。なるほど。そう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 。はい、さいたま市を、現在のさいたま市を構成しているのが、うん、旧浦和市、旧与野市、旧、大宮市、そして旧岩槻市という、うんうん、この4つなんですけども、フィールドがそれぞれね。そう、違うのよね。埼玉市って広いからっていうのがやっぱあるんで。そう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 。うん、そんな、5人が集結してるという、はい、集結しちゃいますよっていう、そう、さすが、まあなんか俺らの中ではそういう視点なかったんで、やっぱり、あ、そっかそっか、すごいな、さすがだな、そうだね、あれ、うん、なんかディープなネタが出てくるのかなっていう、あ、出てきそうだな、うん、出てきそうな感じする、うん、確かに、まあ割と個性的な人が集まったからね、個性的なメンバーですよね、そう、もう本当に割とこうポップな人たちばっかりだもんね、そうですね、各々皆さん、うん、
確かに似てる感じの活躍、まあ一部リンクするところはあるかもしれないですけど、割と皆さんバラバラな感じがあるので、うん、そこも楽しみですね。うん、そう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 。まあもちろんさ、うん、なんか輪が重なり合うようにして、うん、つながってはいるんだけど、うん、メインフィールドはバランバランだから。ね、そうですよね。うん、その方がね、生まれるものがもしかしたら大きいかもしれないですからね。そう、それが楽しみですよね。うん、いや、ほんと楽しみなんですよ、今から。すごい、4年ぶりの開催ですもんね。そう。うん、で、また1月もね、うん、すごいのよ、うん、まあ俺らが言うのもなんだけどやっぱすごいね、1月も、うんうん、そう、そうだから1月はうん、うちのラジオ周りがすんごい、ね、そうだね、うん、参加いただき、はい、まあ第1回目にももうちいちゃんが出ますからね、はい、あ、7回ね、そうね、うん、第1回目っていうか再開1回目ね、第7回にはちいちゃんも出ますけども、なんとあれですから、再開2回目、第8回は、リコッタさんがそうそう出るし、リコッタさん、そう、そう、リコッタさんあれだからね、うちの生放送中に出演が決まって、出演っていうか登壇が決まったからな前回のね、そう、あれでね、100人言ってもね、すごい、ね、っていうか拝聴しましたそう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 生放送中に決まったそうそうそうありがとうございます、本当に、うん、そうそうそう、あとはあれね、そう、ちゃんかなこと、山本かなさん、こっちはリコッタさんが登壇うんっていう前から、お願いしてたんですけど、うん、そう、えっちゃんつながりですよ、だから、はい、えっちゃんつながり、ね、ありがとうございます、そうなんですよ、うん、えっちゃんのラジオに出てもらって、でそんでもって、うん、いや、うちの番組にも出てもらおうっつって、はいはい、うん、アプローチしたんですけど、その前からその埼玉の方に住んでるって、うん、埼玉の方って言ってたから、うん、埼玉市だったらな、登壇してもらう、交渉しようかなと思いつつも、うん、まあ、僕は喋ったことがなかったんで、えっちゃん経由で、うん、紹介はしてもらったけどね、喋ったことないさ、45のおっさんにですよ、うん、そうだね、いきなりね、どこ住みですかって聞かれたら、確かに警戒されるに決まってんなと思って、いやもう、三角さんあれですよ、うん、次の日にはもう、校長早い早い、留置場やめろ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 そんなに早くねえだろ、お前、何言ってんの。まずは疑惑の段階でとどめておけよ、お前。リアルすぎます、ちょっと。うん、いや、だから、いや、違う、だから、ちょっとおっかなびっくり聞いたわけ。うん、うん、うん、うん。まあ、ちょっと、失礼かもしれないですけど、ちなみに、埼玉県にお住まいだっていうのは、えっちゃんから聞いてるんですけど、ちなみにどこですかね、うん、みたいな感じでこうメッセージを送ったら、うんうん、埼玉市に住んでますって言ったら、来たーと思ったわけですよ。そっか、それしてるみたいな感じになっちゃうね。嬉しい。そう。よかった。で、もう、小賀ちゃんに早速報告ですよ、もう。埼玉市だったよっつって、来たぞ突撃でーっつってダーンみたいな感じで、そう、で速攻で決定ですよ、そう、うん、ありがたいね、本当に、いや、ありがたい、ありがたいですよ、ね、あん時ほどね、いや、もう本当、あん時ほどね、ラジオやっててよかったと思う時ないよね、本当に。ね、力ですよ、活動していただいて、いや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 、もう本当に、ね、もう最初だけだと思いますけど、まあこっからね、いろいろつながりが生まれていけば、登壇者も自然と集まってくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね、と信じたい、うん、はい、頑張っていきましょうというとこでございますけれども、頑張りましょう、はい、はい、ということで、まあオリジナル3の3人が集まってのトーク、なかなか盛り上がりましたね、これね、はい、ありがとうございます、よかったです、はい、ということで、もう、えっちゃんじゃねえ、何言ってんの、はるちゃんですね。はるちゃんにも、久々に出ていただいて、はい、そうだね、いや、本当に、まあ、でもですね、もう、そろそろですね、うん、シンデレラは、帰らなきゃいけない時間なんですよ。遅すぎてる。聞いてくださってた人は、あったかも、こんなのっていうのは、あるかもしれない。そうだね。
そう、あの子さんのリスナーは分かるんだけど、あの新規リスナーはこのネタ何なのってなると思うんですよ。なると思うんですけど、あの一応ですね、あの、果実号で22時には、ですね、あの帰らなきゃいけないというですね、あの これがうちの番組のお約束なんですね。なるほど、うん、シンデレラだ。そう、22時のシンデレラっていうのが、そう、あのキャッチコピーだったんですよ。はい、ということでございまして、引き続き、ね、まあ、盛り上げていきましょうね、はい、盛り上げていきましょう、よろしくお願いします。はい、ということで最後にですね、えっちゃんじゃないっつってはるちゃんですよ。はるちゃんの、はるちゃんがセレクトした曲を、聞いていただきながらですね、あのシンデレラにはあのお帰りいただくことになるんですが、あのこれはね、俺も大好きで。あ、本当ですか。うん、やっぱさ、俺はね、あの京子さんが出てきたっつうところがすげえと思ったわけ。あ、ね、なんか、うん、インパクトありますよね。そう、あの、俺ら世代と、はい、俺ら世代よりもちょっと上なんですけどね、はい、あの、京子さんってあのバービーボーイズっていうバンドのボーカルだったんですよ。はいはい、目を閉じておいでよとか、あの、はい、ツインボーカルでやってたんですよね。はい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 。うん、あの、コンタさんっていうあの男性ボーカルと、あの、2人でやってたんですけど。なるほど。で、僕らの頃はもうソロになられて、あの京子っていう、うん、あの名前でやって、ちょっとハスキーボイスでね。そうそうです、そうです。うん、でその京子さんと、なんと山崎まさよしと、そう菅氏香、そう、すんげえユニットなんですよこれ、うん、へえ、そうなんだ。うん、まあこれはいい曲よね、はるちゃんね。定期的に聴いちゃうんですよ。なんか聴きたくなるんですよ、この歌が。そう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 。うん、あ、夜にぴったりよね、これね。そうなんですよ。気になる。うん。はい。いや、ほんとに。一番に思いついた、これでした。うん、はい、ありがとうございます。もうこれは、お、来た来たと思った、ね。はい、ということで、じゃあ、はるちゃんの方から、曲紹介をお願いしてお別れでございます。それじゃあ、お願いします。はい、福耳の星のかけらを探しに行こう、アゲインです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、よろしくお願いします。はい。素敵な大人は意外と身近にいるもの。さいたま市百人会議は、つながる、始まる、楽しむがキーワード。毎月1回、さいたま市にゆかりのある5人のゲストスピーカーをお招きして、地域の人々がゆるーくつながるイベントです。詳しくはさいたま市百人会議で検索してね。生きてんじゃねえよ。おがちゃんに叱られるじゃなかった。おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉。えっちゃんとおがちゃんの秘密基地。はい、皆さん、アラサーの憩いの場、えっちゃんとおがちゃんの秘密基地へようこそ。ここからは、えっちゃんと私おがちゃんのアラサーコンビでひっそりとお送りいたします。はい、我々同世代コンビは、ミカドさんがいるとなかなか語れないアラサーと〇〇というテーマでトークをしていきます。おがちゃん、今夜もよろしくお願いします。あ、お願いします。すごいですね、えっちゃん、なんか口角が上がって喋ってるのがすごくわかりますけど、はいはい、本当に。はい、スイッチ入りましたね。なんかミカドさんとなんかありました。え、何もないです。なんでそんな、どういう口角の上がり方桜見的なやつですか。そうそうボスの感じでね。そうそうそう。あ、そっかそっか。あの、はい。あの、ドンなんで。はい、すいません。全然ドンじゃない。すいません。調子に乗りすぎて、なんかもう怒られちゃいますね。はい、いえいえ、大丈夫かと思います。これぐらいがちょうどいい感じかもしれない。本当ですか。はい。よかったです。あの、映画の港でもこんな感じで。はい、もうちょっと腹黒さをね、出していかないといけない。どうな港なのに腹黒い。面白いですね。あ、いいですね。はい、これからも見てください。あの時のボストン茶会事件の時の、こう、はい、あの海の色みたいな感じの、
赤さと黒さを、うんうんはい、持っておくっていうのがね、うん、大事かもしれないですね。そうですね、そうですね。何言ってんだって感じですけどね、本当にね。うん、そうそう、今頭の中でちょっといろいろイメージしながら聞いてました。そうそう、あのえっちゃんもつ、うん、そう、えっちゃんもツッコミ要素を、あの、うんうん、ちょっと頑張ってもらわないと。そうですね、そう、なんかいろんな人に結構言われるんですよね。そこ突っ込むところみたいな、ごめんねみたいな。そうそう。でももうちょっとボケ分かってないかもしれないんで、はい。じゃあお互い突っ込みとボケをね、ちょっと学んでいきましょう。あ、そうですね。あの、強化していく感じ。強化ね。そうね。えっちゃんと喋るときは自分、そう、突っ込みに回らなくちゃいけないなっていうのがすごく感じますけど。ああ、ありがとうございます。はい、頑張りたいと思います。常にボケてるんで。天然にボケてるんで、はい、すいません。そうですね。もう収集つかなくなるからね。収集つかなくなって。お互いにボケてばっかりだと。そうそうそう、ボケて、どんどん流されてって、みたいな。どこだろう、私たち、ここはどこ、私は誰みたいな感じで。まあね、そんなことしてる間にね、あの、自分のラジオブースで、でかい緑の虫が飛んでたんで、捕まえておきました。そう。どういうことですか、緑の虫って。いや、わかんない。え、なんか、ふわっていたのよ、今。あ、今、あ、なんだ、あ、そういうことか。なんか、なんだろう、緑の虫。カメムシとかじゃなければいいですけどね。そうね。もうちょっと細いやつでしたけど。細いやつ、なんだろう。タガメ、はい、というわけで。そうそうそう。全然わかんねえわ、ということでね、本当に。はい。そんなボケ二人でやっておりますけれども。はい、本当ね。今回はですね、まあ、12月なんで、やっぱりこう、はい、原さんの2人と我々と、うん、まあ、2023年今年について語りたいというふうに思っております。おお、結構早い段階でね、振り返りみたいな感じですか？いや、もうそうですね。日本一早い振り返りかもしれないですけど。うん、ねえ、本当ですよね。もう先端行ってる感じで、そうね、元気どんどんですね。そうそうそう、うん。PR 界隈だとね、そんな感じかもしれないですけど。そう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 。1ヶ月先回りしてね、頑張ってみたい。流行語大賞も決まったでしょ？あ、決まりましたね。ね, ね、もうあれね、まあまああれだろうなって感じですね。あれだろうな、うんうん、ね。そう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 、そんなところですけど、うん、あれですね、うん、1月に、うん、こう記憶を戻してもらって、ポンということでね。だいぶ戻すね、ちょっと。ということで。覚えてるかな。そう、2023年の目標、うん、覚えてますかっていうところなんですけど、まあね、これはね、はい、リスナーの皆さんからも聞いてみたいところですけど。うんうん、目標が何だったのかっていうのと、ね、あと達成どれくらいからっていう達成率、うんうん、どうでしょう、えっちゃん覚えてますか、まず。ねあの、いや、もうほんと1時間前ぐらいまで全部忘れてて、うちょっとね、あの、今やっと思い出しました。うん、あの、今年の、はい、目標は、あの、今年の、ね、1月1日に、あ、ちょっとピンって思った、うん、ことはチャレンジっていうことが目標だったかなって思い出しました。はいはい、なるほど。うん。チャレンジ。はい。なんかやってなかったことをやってみようみたいな感じですか？あ、そう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 。ちょうど私今年30歳を迎えまして、はい、そういうタイミングもありましたし、はい、ありがとうございます。ちょうどね、アラサーがどんどん深まっていくような感じではあるんですけど、なんか秋の深まりみたいな感じでアラサーのことを言われてます。そうそうそう、さらっと言い過ぎちゃって、はい、あの、そう、なるほど。それで、そうですね、なんか今一度自分のキャリアとか、またもうちょっとやりたかったことにチャレンジしようかな、みたいな熱がちょうど今年になる頃、うん、なんか高まってたなっていうのがありまして、まあ一つはね、前喋ったかな、あの、もともとアナウンサー志望だったってこともあるので、ちょっとアナウンサー試験にまたこのタイミングでチャレンジをしたというようなこともありましたね。うんうん、さすがですね、本当に。ありがとうございます。ね、はい、現状のね、うん、なんていうのかな、うんうん、別に満足するというかね、現状でもやっていける中で、うんうん、あえてやっぱり挑戦するみたいなのって、うんうん、なんか、そうですね。そう、それやってるとね、なんか若くいられるっていうのもあるかもしれないですけどね。うん、ね、ありますよね。学生時代の就活の頃のあの熱量をね、またここで思い出してみたいな、ね、うん、感じですよね。どうですか、達成、どれぐらい、達成じゃないのかな、チャレンジどれぐらい。そうね。そうね、チャレンジね、でも結構何社か出しまして、何社出したかな、つい最近も出して、まあ、それちょっとダメだったんですけど、はいはいはい、多分5、6社ぐらい出したかな、1年、ほうほうほう、はい、全国、まあ、チャレンジだけは、地方、そう、全国地方を含めてですね。なるほど、はい、
やもうえっちゃんもねチャレンジしましたよみたいな感じでこうお褒めの言葉を名もなきディレクター氏からいただいてますけど。ありがとうございます。ね、そうだよね。皆さんの気持ち嬉しい。はい。頑張ってたって感じがすごくしたんで。うんありがとうございます。ね、ちょうどこうなんかチャレンジしたくなる時期ってありますよね。ちょうどこのタイミングだったかなって。あ、確かにね。節目がやっぱりあるとね。うん、そう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 。そうそう。今のこの若いうちにもう一度、みたいなね。そうそう。うん。まあ今、今日がね、一番若い日ですからね、やっぱりね。そう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 。常にね、若いね。そうそうそう。あ、若さってないのかもしれないけど。そう、若さにつって、そうそう競馬の実況もね。うんうんそうなんですよ。それも結構新たなチャレンジなので、まさに1年通してチャレンジがテーマだななんて、改めて今回思いましたね。いい1年になったんじゃないですか、うん、そしたら。ねえ、早いけどね、なったと思います。まだ。そうそうそう。ねえ、声のね、ことに関しては、なんか新たなチャレンジができたかなって思いますね。うん。うん。あともう一個聞いてもいいですか？はい。続けて。あれ、じゃあ、そんな、あの充実したえっちゃんが、うん、12月中にぜひやっておきたいことを聞いておきたいですけど、うん、そうですね12月中は、うん、そうだななんかそのこの1年通じてまあオレンズ埼玉のねあの方々からもいろいろお話ししてて思ったんですけどなんか、はい、こう自分をこうこれまでのキャリアとかを考えたときになんかフリーアナウンサーって名乗ってもいいんじゃないかってまみかどさんはじめねこう言ってくださってでなんか改めてまたここでそういう肩書きで飯作っちゃおうかななんてあいいじゃないしてますいいじゃないですかはいちょっと余力があれば飯作るなはい飯はね、はい、大事ですねねえなんかリアルで人とこう会う機会もまた増えていきそうなので、うん、やっぱりリアルの力ってねさっきの100人会議もそうですけどやっぱりリアルの力ってすごいねこう素敵なご縁がまた生まれたりとかもするでしょうしそういう機会でね、うん、渡してきたらいいのかななんてちょっと思って名刺を作ろうかなって思っているところですなるほどね、はいうん、まあねもう肩書きというかねもう自分自身がの名前がもう名刺になるぐらいにね、うんはいうんいろいろやってみたいなと思いますよね、ほんと。おいいですね、いいですね、まあ。あとはね、名乗ったもん勝ちなんでね、はい、肩書きはね。ああ、そうですよね。そうそうそう。もう肩書きえっちゃんですみたいな感じでもいいかもしれない。そうそうそう。うん、私でももう、ね、そうそうはい、なんかもうえっちゃんですっていうふうにやってきたはいたんですけど、そう、でもなんか自分ってどういう、あれ、どういうことやってる人なのかっていうときにすごい悩ましくて、まあもちろんラジオパーソナリティとも言うんですけど、うんうんなんかいろいろ総合して、うんうん、確かにアナウンサーみたいな感じで名乗るのもありなのかななんていうのもね、ちょっと最近、ありがたいことには思えるようになってきたというか。はいはいはい。いいじゃないですか。いやいやいや、まだまだなんですけれども、全然、はい。なんかいろんなね、チャンスがあれば、なんか、チャレンジしていきたいなって思いますね、うん、声のこと。はい。はい。ですね。ちょっとね、うん、そんな。はい、おがちゃんは？おがちゃんは？自分はね、時間がちょっとあれなんでね。あの、次行きましょう。ね、次行っちゃう大丈夫です、大丈夫です。はい、ここで、後半に向けて。全然です、全然です。うんまあ、こういう感じだったんで、はい。さて、ここで。では、ブレイクを挟んで、後半に移りたいなと思うんですけども、はい。はい。今回のテーマ、選曲テーマがですね、うん、はい。宇宙っぽいというところでございますけれども、うん、自分はもう一曲。まあ、プラネットって入ってるので、っていう部分と、うん、あとは曲調もね、なんでしょう。ちょっと宇宙というかなんか、テクノっぽい感じなのかな。うん。そういう部分で宇宙らしさみたいなのも出しているのかなと思うんですけど。おー。はい。なるほど、はい。ちょっとボカロ曲なので、あれなんですけど。うん。うん。うん、そう、一回かけたことがあるかなと思ったんだけど、かけてなかったのかな。うん、ただ、このアーティストさんは一回別な曲をかけていたので。はい。というところで聞いていただければと思います。楽しみでございます。はい。ささくれ UK でハロープラネット。はい。聞いていただいております。ささくれ UK ハロープラネットという曲でございます。はい。わあ。なんか、ピコピコしてた。そう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 。ピコピコハンマーみたいなこと、ね。ゲームセンターに流れてそう。ああ、そうですよね。確かに確かに。うん、でね、これ、MV とかももちろんあるんですけど、うん、そこでもね、うん、モールス信号とかで、こう、多分ね、地球以外のところに向けて、こう、うん、ハローって送って、他の、うん、ね、
あの、うん、世界と交信しようみたいなところもあったりとか、うん、そんなところでなんだろうな、うん、この世界だけじゃなくて、そう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 、うん、あの、周りを感じられる曲になるのかなというふうに思っております。そんなところでございます。そう、インメイダリーとかね。うん。いや、ね、自分のね、あの、Perfume、うん、から曲を好き、あの、曲というか音楽を好きになったんで、うん、うん、そう。やっぱりそういうところの、こう、シンクロもあるかなと思っていて。うん、ね、ああ、なるほど。うん、ボカロが好きなの。Perfume らしさもあるもんね、そう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 。うん。いや、ボカロね、一回回って、うん、今、多分、小中学生とか人気ですから。うん、あ、そうなんだ。知らない、あの、なんだっけ、プロセカって。うん、わかりますね、なんだっけ、音ゲー的なやつなんですけど、プロジェクト世界って初音ミクとか、そう、ボカロ曲でやってるんで、そうそうそう、うんうん、今ね、ちょっと PR に、じゃあちょっともうあれかな、流行りすぎてるかもしれないんで、あ、本当に、はい、あ、ちょっと改めて勉強します、そうそうそう、流行に言うとやばい、自分の世界に入りすぎだ、はい、ありがとうございます、はい。ということで、じゃあ、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。じゃあ、後半の方に行きますかね。うん、はい。では、引き続き、アラサーと2023年ですけれども、少し視点を変えて語っていきたいと思います。はいはい。はい。では、後半はですね、日本一早い振り返り2023年の思い出、ということで、後半なんですけど、イェイ。イェイ。一つ目は、超個人的な2023年ニュース。はいはいはい、はい、ということですけど、これじゃあオガちゃんからいきます、あ、どうしよう、いっちゃんいくらでもありそうだもんね、そうね、ちょっと悩ましい、どれか、そうだね、はい、超個人的、うん、でもあれかな、うん、やっぱ、うん、まあ試験受かったのが一個大きかったかな、うん、そうだよね、いや、おめでとうございます、すごい頑張りましたよね、本当に、でもね、やっぱりそれに受かったこと単体じゃなくて、うん、受かった後に、まあ、それまで繋がった方から、うん、こういうのなんか、できないのとか、うん、あと、こういう、こういう、なんていうかな、ことを頼みたくて探してるんだけど、みたいな。まあね、指導って、誰が何をできるかっていうのが分かりにくい部分はあるんですけど、でも、うん、なんだろう、資格、その資格だけじゃなくて、他のことであっても、うん、なんていうかな、紹介できる人がなんか増えてたりとか、うん、そう。するのはありがたいなと思って、それもなんかラジオとか、あと100人会議とか、他にもなんか所属してるところとかで、うん、いろんな人を知ることができたから、あ、じゃあこれはこの人に頼めるかなみたいなのを、ちょっとそういう動きができると、うん、なんかより、なんていうのかな、こう、みんなに返せるのかなっていうところを感じてますね。これまでね、出会ってきた人たちがこう、うまく、それぞれがね活躍できる、そう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 、繋がっていくみたいな感じですね、そうそうそう、そういうのをねやっていけると、なんか、うん、本当に自分一人じゃできなくても、うん、なんか周りの人に頼みながらできる総量が増えるんで、なるほど、まあなんていうの、プロジェクト組むみたいな、そんな感じに近いのかもしれないけどね、社内でね、横断的なみたいな、いいですね、うん、うん、いやいいですね、エッチャーは何かございますか、はい、そうですね、超個人的な、なんだろう、うん、でもなんか個人的じゃないかもですけど、なんかやっぱオーラツ埼玉になっちゃうんですけど、やっぱ受験の実況にチャレンジっていうのは、はいはい、なんかすごい新たなことだったなって感じますかね、ねえ、よかったですね、うん、あれね、うん、うん、そう、うん、なんか多分自分だけだったら競馬はね、あまりご興味がこれまでなかったじゃなかったので、そういうチャレンジしなかったと思うんですけど、うん、ね、オールナイト埼玉とマミカドさんの、ね、おかげで、まさか実況にチャレンジするって、女性で実況ってね、結構私はハードル高そうだなってイメージあったんですけど、うんうん、なんかやってみたら、あ、できたみたいな、こう、すごい、うん、もちろんね、ミカドさんがこう、土台としてのね、台本とか作ってくださったのはあるんですけれども、すごいね、うんうんうん、貴重な経験になりましたね。意外となんか、一歩目、大きく捉えがちだけど、うん、意外と大したことない時はありますよね、うん。うん、そうだよね。そう、なんか、なんていうの、やる前は緊張したり、なんか不安だけど、やっちゃうと、意外と大丈夫だったみたいな、あるよね、うん。そうだよね。うん、いやもう、いい、あれだったんじゃないですか、一歩目だったんじゃないですか、大きくて。そうですね、本当に。あれみたいなね、
地球は、うん、あ、地球じゃねえや、月を歩いたみたいなね、一本目ね。そう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 、そう、あの、壮大な感じで言うとそんな感じだね。そう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 。だってほら、女性実況初かもしれん、初っていうかね、珍しいかもしれないしね。アルマゲドンのあの曲が流れたりするかもしれないけどね。アルマゲドンだっけあれ、そうだね。Aちゃんがピンときてないから、なんかちょっとやめときますけど。すごい、めっちゃイメージで、うんとか言っちゃってたけど。エアロスミスですよ、エアロスミス。ああ、はい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 。うん、まあね、ちょっと難しいですね。まあ、ね、はい、伝えるのはね。そうそう、いえいえ、いえいえ、ね、そうそうそう。そんなわけで、あれですね、ちょっとラジオも振り返れれば。うん、いいかなと思うんだけど、はいはいはい、ぜひぜひ、うん、あれですね、今年だからつながって、うん、その姉妹番組のわーみたいなところですけど、はい、そうですね、いや結構私、ね、今年のね、あの笑顔の港のゲストさんたち振り返ってみてると、結構オールナイト埼玉とのなんかつながりというか、なんて言うんでしょう、相互にね、多かったなって思いました。そうですよね、うん、あれ私ども出た時はいつだっけ、うん、去年、今年、去年、去年の頭、そう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 、今年の頭じゃないね、去年の12月を2人が出てくれたのが放送になってて、うん、去年かな、そうだよね、去年が1月と12月なんでね、だからその後か、そう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 、あ、そうそう、その後、今年になってからのね、でもあれですよ、いっこちゃんパクさんも出たしね、そうそう、そうなのよ。なんかね、ずっと上げていくと、まあ、とくちゃんはね、はいはい、今年の頭ごろ、笑顔のゲストに出演していただいて、そのね、ゲスト出演もされましたし、オールナイト埼玉に、うん。で、あと、コレッジさんも私の番組で喋ってくださった後、オールナイト埼玉でもね、アニメートークとか登場して、ね。メイトになりました。うん。ね、メイトになりましたね。イエーイ、そう、イエーイイエーイ、ましたし、ね、みっこちゃんとパクさんも本当にね、うん、笑顔の港にも逆にオールナイト埼玉で知って、まあ、笑顔の港にっていうことで、もう今や全国区ですからね、本当に、はい、ね、本当ですよね、もういろんなラジオに出まくってて、なんかいつもおーおーおーってなんかね、一緒にねこの番組2つね、ほ、うん、宣伝してほしいですけれども、うん、あ、ねえ、ねえ、なんかね、ちょっといくら渡せば宣伝できたというね感じかもしれないですけど。あの地道に頑張りましょう。頑張るしかないね。あと、あの麦さんっていうイラストを描いてる、あ、はいはい、あの大分トリニータサポーターの、ね、方も、ね、あの麦さんにつながって、ちょっとあんまりハマってないですけどもね、うん、そう、ちょっとね、昭和トークについていけなくて、ちょっと1回で出禁を食らいましたけど。いやいや、麦さんはかなりディープな企画から、うん、こう、そうそうそう、どうやってトークを広げるかとか、こう乗るかみたいなのはね、ちょっと自分たちの力試しになっちゃいますよね、うん、なんか、ね、確かになんかこう刺激的みたいな、そう、麦さんでしょ、麦さんね、うん、ミッコファイヤー書いてもらいましたから、うん、あ、そう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 ね、あの競馬の実況同好会のところね、マジかと思って、素敵だわね、うん、すごかったですよ、ね、めっちゃリアルですよね、馬娘とか出てきそうなキャラクターになってる、うん、そう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 、うん、すごい、そう、ムギさんでしょ、あと、ちゃんかな、そう、ちゃんかな、来週はちゃんかなで登場します、そう、はい、そうね、ちゃんかなで、そう、ちゃんかな、笑顔の港出演のあと、オールナイト埼玉のね、ゲスト出演からのおまんずメイトにもなった、あ、おまんずメイトにもなったんだ、なりました、そう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 、おお、ね、だから、はい、そう、えっちゃんが、うん、あのちゃんからに先輩面するのは正解なんですよね、だからね。先輩面とかもそんなそんな、なんか申し訳ないけども、私はもうフラットな人間なんで、はい、そんなの。どんどん言うことは違いますけど、そうそうそう、姉妹みたいなお姉ちゃんみたいな感じで。はい、ちょこっとだけあれですかね、笑顔の港 の、うん、そのゲストさん、うん、あの今年記憶に残ったゲストさんとかで、うん、放送中に乗っかったものとか、うん、放送外とかでこう面白かったことなんかあれば、うん、ああ、やっぱそれはそうね、まあ、全員良かったんですけど、やっぱりこうみっこちゃんの会の時の話は、うん、あのリスナーさんたちとも、ま、友人たちも、ね、含めて盛り上がって、タチダンソフトクリーム食べたよみたいな話とか、結構方々でめっちゃ、はいはいはい、あの盛り上がってます。ハッチャンソフト食べに行ってくれて、友達とかも、うん、あ、ほんと。そうそうそう、あれ今度提供つかないの、そこのハッチャンソフト、あ、そこデイリーチコって。確かにね、ちょっと営業に回ったら
いいかもしれないですね。そうね、ちょっと笑顔の見るとスポンサーになりませんか、はい、みたいな。そう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 初スポンサー。確かにね、避難ソフトちょっとそう今年中いけるかな。僕もちょっと食べてみたいなと思いますけどね。一緒に行きましょう、ぜひ。あ、ぜひ。いや、行ったな、行ったなっていうかね。あ、そう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 、そうそうそう、行ったらね、ぜひぜひ、はい、中野行ったんだよね。はいはい、あとそ の, あのパクさんの、うん、謎フードコア委員会に私も入りましたっていうところも。マジで入りましたよ。今は役職は会員なんですか、一般会員。そうそう、普通の一般会員で、はい、キラキラで、やって、細々といるんですけど、そうね、なんかみっこちゃんが、あ、そう、うん、みっこちゃんとパクさん、パクさんとみっこちゃんで3人で喋った笑顔の港の会もあったんですよ、放送会。あ、そうですね。うん。その時に、放送内でみっこちゃんにプロポーズされまして、謎フード講演会に入りませんかみたいな感じでおっしゃってくださって、それで、あ、はい、お願いしますってことで私は入りました。はい、はい、実はあのね、オールナイト埼玉からのこうつながりでね、そういう感じで盛り上がっておりました。確かに、あ、いいですね、いいつながりが出来上がってきてますよ、もう。はい、こんなところでね、ちょっと来年の活動も楽しみということでね、はい、そろそろ、そうですね、はい、今年最後ですかね、秘密基地からの放送を止めましょうか。はい、あ、そうですよね。あ、いや、今年もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ね、ありがとうございます。ではね、また同世代の方に含めて、まあ、もっと届くように、また次回も、うん、はい、来年もね、はい、来年ね、2024年次回もお送りしたいと思います。もう、はい、ゆるゆるぐだぐだだ今日はぐだぐだはえっちゃんだけだったかもしれないけど、ね、そうです、おばちゃんちゃんとね、さばいてくれてね。そうそうそう、私はなんかこう、そうそうそう、ね、ゆるっとこう流れてる感じでしたけど、ね、えっちゃんもちょっと締めないとそうそう、コーナーがね、閉まんないでね。閉まんないね、そうね。そうそうそう。喋りっぱなし。首を3割ぐらい締めながら、はい、頑張りたいと思います。あ、そうそう。はい、わかりました。わかりました。怖い、ね。まあ、同意したくない。それでは、コーナーのおしまいにですね、私、えっちゃんのセレクト曲をかけさせていただきます。はいはい。今日、選曲テーマが宇宙っぽい曲、うん、ということだったので、そうね、なんか、君の名はっていう映画の中でした曲なんですけれども、うん、なんか、こうね、星空の中というか、流れ星をイメージさせてくれるような、こう、神秘的なね、こう、美しいメロディーがいいかなと思って選んでみました。空も綺麗に描いてたしね。そうなのよ。いいですよね。本当に。うん。はい。では、聞いてください。ラッドウィンプスで、スパークル。3年の沈黙を経て約4年ぶりにさいたま市百人会議、ここに復活。つながる、始まる、楽しむをキーワードに、毎月1回地域の人々がゆるーくつながるさいたま市百人会議がいよいよ帰ってきた。待望の第7回は大宮ラクーン8階町ラボ大宮にて12月23日15時スタート。お申し込みはさいたま市百人会議のフェイスブックページをご覧ください。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。ミカド・ウダズローの埼玉ミューズックアカデミー。埼玉ミュージックアカデミーでは、局長のミカド・ウダズロー先生のもと、音楽通になることを目指した厳しい教育が行われております。私はアカデミー塾生の小川です。同じく塾生のえっちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。2ヶ月ぶりのね、あれですかね。うん、そうですね。ちょっとだけお久しぶりですかね。はい。もちろんね、待ち遠しいと思ってきてると思いますからね。早速お呼びしちゃいたいなというふうに思っております。はい。はい。では、それでは、塾長の宇田次郎先生にご登場いただきましょう。宇田次郎先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、十五世諸君、こんばんは。こんばんは。こんばんは。生まれ故郷を離れてくせず二十数年、まだね、故郷に根付きを飾ることもなく、埼玉でミュージックアカデミーをやっております、和田くすが、東亜アカデミーの塾長、ミガド・ンダズローでございます。今日もビスビスドに、言うからね。よろしくお願いします。はい、ということだけどもね、図鑑があまり似てねえか、これ。はい。そうですね、ちょっと我々もギリギリ来ちゃったものですから、はい、早速本日の講義移らさせていただければと思うんですけれども、うん、うん、まあ図鑑人だったら今日やめてもいいよ別に。いや、さすがにそれはちょっと申し訳ない、ね、あ、そうかい、はい、ぜひぜひ、あ、そうかい、やっぱり授業受けに来たのでね、我々、うん、そうはい、うん、ぜひやる気満々、うん、いや、今日やらないとエツコ君がまたいつ来るか分かんないので、あ、そうか、そうだな、そうだな。はい、うん。ぜひぜひお願いいたします。うん、したらね、まあ、つってもな、これはね、今日はね、うん、ワダクスもね、ちょっとね、テーマをミスったんでねえかなと思うところがあるね。ね。あ、テーマを。はい。うん。今日の講義はね、はい。俺たちひょうきん族。はいはいはい。うん。いつめざ知ってるかな、うん、これ。聞いたことはあります。はい。名前だけはなんとなく。はい、まあそら、まあそらそうだろうね。爪山で生まれた頃はやってない番組だからね、これね。あ、そっか。そうですね。うん。で、このね、俺たちひょうきん族がね、生み出した、名曲の世界ということでね、今日はやってみたいと思うんだね、これね。はい。まあ、とはいってもね、爪山で知らないからね、これね。うん、もう想像で。うん、まあ、深い脳をフル活用して頑張ろうと思います。うん、いやいやいや、まあ、なんだろうね、まあ、まあ、裏を話すとね、はいはい、ワダクスが、ミガドからね、まずかった情報をね、着せてたんだよ。あら、それは申し訳ない。えっちゃんでなくてね、はい、リゴッタくんがね、くるんでないかっちゅうね。ああ、だからね、ほえだば、ひょうきん族だと思ってね、やったらね、エツコくんだったもんだからね、ほえだば、こえだばダメだったなと思ったけどもね。そう、ちょっと、蓋を開けたらエツコだったみたいな。はい、うん、そうだね、変身しちゃった。変身し。いや、もう、この間、もう、それでね、わかった時にね、あれだよ、ミガドをね、ボボにしてね、やっといたから、これは。やっといたから。うん。いや、じゃそのボコボコにされた後のミガドさんだったわけですね、さっきまでいたのは。そうそうそう、そう、ボボにしてね、っていう。よく喋ったら、すごいね。ねえ。うん。すごいな。クズの横から血流してたからね。ねえー、ということでね、まずね、まあ、本当だったら図があればね、はい、賞金族ってどういう番組かみたいな話もしたかったんだけどね、図がないから、これ。はいはい、まあでも、なんとなく、チメザズもね、伝説的に知ってるでしょ、そうですね。アガスヤさんまさんとかね、はい、ビートたけしさんとかね、うん。うん、もうとにかくあとコント赤すんごうね、あと片岡鶴太郎さん、ね、ああ、もうそうそうたる面々がね、うん、ですね、出てた番組、すごいですね、土曜のはずず、ね、土曜のはずずといえばはずだよ全員集合ってやつでしょ、そうですね、あれのね、あれの裏番組でね、うん。全員集合ね、どれだけ対応、タズムがいるかみたいな形で始まった。うんうんうん。うん。タズムがいるわけないんだから、あんなお化け番組。ね。はいはい。で、そこで、むちゃくちゃにやったら、だんだんと、ひょうきん族の方が、視聴率が上がってきた。こういう、あれだ。ね。あ、うん。これがあれですかね、フジテレビの黄金期の。黄金期を築き上げる、築き上げる、礎になったという。ああ。へぇ、うん、こずらからはね、名曲がね、いっぱい生まれた。で、これね、いろんなコーナーがあるんだよ、要は。
ね、でそれでね、あのウズバンってあの、まあ、基本コントがメインなんだけども、はい、もうコント、まあ、コント番組なんだけどもね、あの、うん、そのね中でね、あの定番だったのがね、あのタケちゃんマンというね、タケちゃんマンね、タケちゃんマン、あの、でそのタケちゃんマンっていうのと戦う敵がいるわけだな、当然。はいはいはい、うん、でその、最初の、タケちゃんマンの敵だったのがブラックデビルっていうね、うん、デビルさん。そう、で、ブラックデビル。で、このブラックデビルを最初にね、やってたのが、実は高田純次さん。へぇー。で、高田純次さんが2回ぐらいで降板して、うん、降板とかあるんですね。うんうん、降板して、ほいでもって、代わりに入ったのが、アガサヤさんまさん。うん、で、それ以来、タケちゃんマンの敵っていうのは何年も出てきてるんだけども、全部、さんまさんが。で、豪華ですね、だいぶ。豪華でしょ。これのね、まずその、タケちゃんマンのテーマ、ね。はい。これをね、まずは着せてもらいたいね。はい。ということで、じゃあいきますよ。はい、タケちゃんマンのテーマ、はい、いきます。はい。あ、鳥だ！あ、飛行機だ。あ、タケちゃんマンだ。はい、聞いていただきましたね、これね。はいはい。ああだから最後の笑いがちょっと、はい、そうね、つられました。これはね、本当はね、あの、映像と一緒にお楽しみいただきたいところなんで、ね諸事情により、はいはい、見せられないからね、これね。うん、ああ、竹ちゃんマンのテーマ、すごいでしょ。あの、うん、強きを助け、弱きを憎むとか、ね。本当にね。であの最初のね、あの、あ、鳥だっていう、あ、うん、飛行機だ、あ、竹ちゃんマンだっていうのが、それがね、もう面白いんだよ。まあ、全然伝わってない感じがするけどね、これね。はい、すごいな、このキャラ。うん、そうでしょ。で、そのね、竹ちゃんマンの敵のね、ブラックデビルが一番最初だったけども、ね、強気を助け、弱気を憎む正義の味方の敵って何なんですかね。いや、うん、そういう哲学的なことを言ったらダメなんだよ、そういうこと。あ、ダメだ。そうね、確かに気になるよね。ダメだよ、ダメだよ、Z 世代、そういうこと言うのは。あのな、うん、ほいでね、まあ、本当だったらね、あの、で、それでね、あの、必ずね、竹ちゃんマンの敵、ね、あの、いっぱいいますよ、あの、ブラックデビルから始まって、うん、ほいで、あの、アミダババ、ね、それが何ですかマン、それから、パーデンネン、ね、もう、いろいろいるんだよ。はい。で、必ずね、テーマ曲があるの。ああ、すごいですね。うん。で、その中でもね、一番ね、なんていうの、こう、クオリティが高いって言われてるやつ。はいはい。うん、これね、阿弥陀バばの歌っていうやつ。これね、なんとね、作詞作曲がね、あれですよ、桑田佳祐さんですから。そうなんですか。無駄に答えするでしょ。これ奇跡時代でしょ。これは奇跡時代でしょ。そうですね。桑田佳祐さんだよ、だって。そう。すごい。すごいですね。うんうんうん、そうでしょ。はい。うん、じゃあ、この阿弥陀ババアの歌ね、これを聞いてもらいましょう。はい。いきますよ。はい。はい、2D でやられますね。うん、なんか、かっこいい感じ。阿弥陀バばの歌ですよ、これ。これ悪役の曲だろ、これ。悪役の曲ですよ、これ。なんか、阿弥陀バば。なんかもっとぶっ飛んだ、ふざけた感じの歌が来るのかなって思ったら、そうそう、結構こう、ね、大人っぽい、こう、かっこいい曲だよ。うん。阿弥陀ババアですよ。もう阿弥陀クズ流行ったからね、この頃ね。私たち小学校の頃もなんかやらなかった。そう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 。だから、うん、もうそのまあみんなやるでしょ、阿弥陀クズとか。阿弥陀クズ、うん。いや、やるでしょ。もうそれ、うん、それをね、あのコントにしちゃうよ。どうやって？すごい。もうそう。
もう YouTube でいっぱい出てるからね、あの見た方がいいよ、これは。はい、そうね。で、またね、さんまちゃんがね、歌がね、あの、下手なんだよね。そこもいいでしょ、これ。うん。はい、ということで、聞いていただきました、この阿弥陀ババの歌。ね。はい。そうしたらね、あの、もう一曲だけ聞いてもらいたいのがあんのよ、これ。あのね、これコントの中でね、うん、ラブユー貧乏っていうのがあったのね。はい。ラブユー貧乏。あのね、原曲はね、ロスプリモスっていうね、グループの、ラブユー東京っていう歌があった。うんうんうん。うん。それをね、パグってね。あ、なるほど、ね。うん。ラブユー貧乏っていう。で、しかもね、ただのパグリでないよ。うん、ちゃんとね、ロスプリモスさんを読んで、で、ほんで生で歌ってもらいながら、コントをやるっていうね。無駄に豪華な。無駄に豪華なの、これ。うん。これをね、ちょっとね、聞いてもらいたいの。これはね、面白いよ。ということでね、聞いてください。ラブユー貧乏。これをなめだなすで聞けますか？なんかすごいですね。いやなんか味もあるし面白いし。そうそう。一発目の入りでね、もうすごいですね。そうそうそう。ちょっとくすっと、あ、笑えない話かもしれないけど、ちょっと笑っちゃうよね。ちょっとね。そうでしょ。あのね、これのね、ミスターオクレさんっていうのがね、もうすごいんだよ。見た目からなながらね、もう貧乏人みたいな、もう見た目で。名前もミスターオクレですからね。ミスターオクレですか、ね、うん、なんかこの歌、頭に残りますね、貧乏。残るでしょ。貧乏、貧乏、涙の貧乏。貧乏しか言ってない。すごいでしょ。まあ、ちゃんとした歌だったのよ、このラブユー東京っていうね。ちゃんとした歌だったの。原曲があるんですよね。うん、うん、あるんだけどね、それを原曲歌った歌手がですよ、うん、原曲歌った歌手が、明日からはお金なしで生きてゆくのね、貧乏っつって歌ってるんですよ。あ、本当そういう歌なんですか、原曲が。いや、メロディーは一緒だよ、それは。あ、そうそう、メロディー一緒だけど、歌詞は変えてますね、うん、当たり前でしょ、そんなの。当たり前でしょ。キスミ、何言ってんの。変えてんの当たり前でしょ、ね。そっか、これをガチで歌ってたらすごいですよ。そうね。そんな歌売れないよ。売れよ。何言ってんだ、決めるわ。まあ、とにかくね、このね、パグリ精神というの。はい。うん、これがね、この番組にも通ずるんでね。ああ、そうですね。うん。ある意味、この番組の原点なんでないかっていう気もするね。そうですね。あ、じゃあ、これを聞いた帝さんは、やっぱりパグリを大事にしてるっていう。そうそうそう。やつはね、そういうやつだから。なるほど。もうパクリしか頭にないからね。うん、というところでね、このもう多分ね、リコッタ君なんか爆笑してると思うよ、これ。そうですね。ほ、う、ら、ん、もうラジオ聞きながら爆笑してると思います、うん、本当に。曲が離れなくなっちゃった。ね、無理でしょ。貧乏貧乏涙の貧乏もう大もうこれ大事ですよ、ね、はい、ということでね、今回はねちょっとね消化不良な感じもするけども、まあ、ね、しょうがないね、しょうがないね、うん、ということで、今回の講義はこれまで。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にあれですね、その歌次郎先生から一曲、うん、はい、
いただければと思いますが、うん、これはね、もうさっきもね、小川くんかな、小川くんがなんかピコピコした曲をね、はいはい、かけてたけどね、そうでしたね、はい、やっぱりピコピコの原点といえばね、うん、YMO だよ。ああ、うん、なるほど。イエローマズックオーケストラに、はいはい、うん、まあ一番有名なのはライディーンだけどもね。うん、今回はあえて、ライディーンではなくて、うん、はい、別の曲をね、あ、うん、はい、うん、持ってきた。そう、うん、ということでね、最後の曲が、私でいいのかどうかよくわかんないけども。ということで、聞いていただきましょうね。はい。イエローマズックオーケストラで、ソリッドステイトサバイバー。遊園地は大人になってからが面白い。私、月一パーソナリティミッコが所属するユニットミルクデイズの本3種類が好評発売中。63個のミニトレインを掲載。ミニトレインを作っている会社にもインタビューしたミニトレインコレクション。64個のメリーゴーランドを掲載したメリーゴーランドコレクション。屋内をゆっくり走るライドを40個掲載した屋内ライドコレクション。詳しくは数字の369の後に英語のデイズ、ミルクデイズで検索してね。おばちゃんとミカドのオールナイト埼玉。いや、というわけでね、エンディングですけどもね、はい、うん、はい、楽しかった、うん。いやー、でもねー、うん、ダメだな、うん、これだけ伸びたらね、うん、いやでも久々のハルちゃん良かったじゃないですか、やっぱり ね、いや、もう良かった良かった、だから、うん、まあちょっと勘弁してもらいたいなっていうふうに思ってますけれども、でもね、やっぱね20分を待たせしちゃいけないよな。あ、そうだね、はい、というところはありますけれども、で来週のコーナーをもう紹介してもらいましょう。えっちゃんからお願いします。はい、はい、来週はおまんずメイトにちゃんかなこと山本かなさんをお迎えして3人でトークしてまいりたいと思います。はいはい、おー、ちゃんかな、そうですよ、つながりました、うん、ついに、うん、ちゃんかな、そしてゲストさんもね、うん、いらっしゃるということで、そうなんです、ゲストが、はい、すごいんですよ、最近なんかまたゲストついちゃってね、うん、おー、ゲソついちゃう。うん。ありがたいね。素晴らしい。ありがたいですよ。で、もうね、1月のゲストも決まってるんですよ、実は。へぇー。1人目がね。おー。あ、そう。おばちゃんに言ってなかったけど、決まりましたよ。ああ、そうなんですね。うん。ほら、あの人。マイナースポーツ、マイナースポーツ。ああ、はいはいはい。うん、うん、そこそこ決まった、ね、決まったよ、はいはい、決まった、うん、決まったということで、はい、もうだから、はい、でしかもね12月ね、12月も2回、うん、2人ゲスト来る、そうだよね、おお、うん、そうですよ、ビップルーム2回あるんですよ、あります、あります、2週連続ですね、の1週目ですよ、来週、はい、新たな風で盛り上がりそうですね、はい、で、うん、コーナー紹介、はい、お送りするコーナーですけれども、うん、1つ目がオールナイト埼玉ビップルームのコーナーです、はい、はい、はい、でゲストは、うん、はい、ゲストは、若杉のりゆきさん、はいはい、そうです、ね、はい、もうあれですよ、若さんですよ、うん、中の人ね、うん、中の人、100人会議の方、そう、100人会議の中の人で、リコッタさんが出演、登壇者やりますって言った回で、じゃあ私もゲソン出ますっておダブルで決まったんだよね、11月11日だっけ、あれ、そうですね、うん、うん、で12月9日に出ていただくということで、はい、おお、なるほど、で2つ目、はい、2つ目がちゃんからのカリスマパーソナリティへの道でございます、はい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 、急にチャレンジャーなコーナーが含まれましたね。いや、だって、いや、先輩から吹かせてるよ、えっちゃんが。うん、あなただってやったでしょ、これ。はい、最初はね、こういうコーナーから徐々に。
ね、デビューしてきましたね。そうです、そうです、そうです。登竜門、三本みたいな。なんだろう。そうなんですよ。ね、ワンミニッツをくぐって、うん、ワンミニッツをくぐって、これをくぐって、くぐって、うん。まあ、うん、冠コーナー持つか持たないかみたいな。うん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 。まあ、ね、別に持たなくても全然メイトさんなんですけど。うんうん、そうですよね。うん、はい、で、3つ目は。3つ目は、今夜の三枚おろしでございます。あー、はい、来ましたね、はい。もう、はい。はい、これはもう、綺麗におろしてくれますからね。うんうん、あー、キラチ抜群で。そうそうそう。あちゃんの力の見せ所ですね。いや、だって、あれですかね、ご飯までおろしちゃうからね。あ、そうです。米までおろしちゃう。米を3枚におろしちゃうから。あら、細かい。そうなんです。そうなんです。ということで、はい、はい。ということで、あと、はい、あとは。あとは、はい。もちろん、マスター君のマスターピースもございますので、以上、いつもの4本立てでお送りする予定です。当日の放送もお楽しみに。はい。はい。はい。そして選曲テーマは、人類皆兄弟でお送りする予定です。おー。はい、ちょっとね、これは何ですか？まあ、こんなご時世っていうのもあるんですけども、来週がですね、うん、障害者の日っていうので制定はされていまして。あ、12月9日がね。そうですね。うん、明日から障害者週間とか、1週間でね。障害者週間。そうですね、うん。9日自体があれなんですけども、なんていうの、その日、記念日というかね、制定日ではあるんですが、はい、うん、その前1週間で、要は、まあ、啓発ですね、うん。っていうところをやっているというところです。うんうん、まあまあ、それで人類皆兄弟 ね。そうですね、うん。まあなんか誰もそれこそ取り残さないというか、うん、壁を作らないというか、うん、っていうところで、うん、なんですかね。ちょっとテーマとしては難しいのかもしれないですけども。まあでもなんかこう、うん、みんなハッピーになれるような曲とかね。そうだね。うん。それこそね、エアロスミスとか流してるかもしれないです。いやいやいや、だって、あれはちょっと緊迫感があるじゃん。うん、まあまあ、あれでもいいけど、うん。うん。まあそんな感じで送ってもらえばいいよね。そうですね。うん、はい。気負いせず、なんていうのかな。みんな仲良くみたいな感じの曲とかでもいいので、ね、そう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 。はい。いただければと思います。はい。ということで、来週もたくさんのお便りをいつもの Google フォームと公式 X、Instagram のアカウントの DM にてお待ちしております。はい。さて、皆様お待たせいたしました。今週は夢の種リレートークの週でございます。はい。お三方来ておりますが、まず、しらき月曜日21時からですね、えっちゃんが、パーソナリティ、パープルチャンネル、笑顔の港、そして同じく月曜日23時半からは、コレチさんがパーソナリティを務める、同じくパープルチャンネルのスマイルがマイル、そして木曜日21時半からは、歌さんこと、当番組では歌さんこと、蝶太さんがパーソナリティのオレンジチャンネルはトレインで GO が好評放送中です。それでは早速呼んでみましょう。パーソナリティのえっちゃん、コレチさん、蝶太さん。はい、こんばんは。笑顔の港パーソナリティのえっちゃんこと柴田悦子です。はいはい。はい、こんばんは。スマイルがマイルパーソナリティのコレッチです。はい、コレッチさんお願いします。はい、こんばんは。はい、はトレインでゴーのパーソナリティの蝶太こと歌です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、すいません、もう大変お待たせをしてしまいまして申し訳ございませんでした。いいえ、はい、大丈夫です。はい、もう本当にね、まあまあこんな番組ですのでね、もう申し訳ないなと思ってるんですけども、はい、怒って帰っちゃうところですよ、本当に。寝ちゃうかもしれない本当ですよね。寝ちゃうのはね、野生姉さんだけですけどね。そうそうそう。もうそれこそあれだけですよ、もう寝ちゃうの。まあ、ちょっとね、オーナーも怪しい時ありますけどね。怪しいね、あれね。怪しいよ。はい。はい、早速行きましょうか。行きましょう。早速行きましょう。まあ、放送時間、放送時間順というかね。はいはい。えっちゃんさんから。えっちゃんさんお願いします。はい、はい、えっちゃんさんから。はい。はい、ありがとうございます。笑顔の港はですね、今回、次の月曜日の放送会は、ですね、同年代の、小島こなぎさんという方がですね、ゲスト出演していただきます。ああ、なるほど。小島こなぎさん。
そう、小なぎさん、珍しいお名前ですよね。へぇ、はい、なんか、名前だけだと、女性なのか男性なのかよくわかんないですね。そう、どっちだろう。どっちだろうって。聞いてんだよ。聞いてんだよ。女性です。女性の方です、ね。なるほど。どっちだろうとか言って。そんなもったいぶり方いらないから。はい。そう、そう、小なぎさんはですね、キャリア教育の、うん、キャリア教育の支援を、NPO 法人。に、勤めてらっしゃる方でですね。なるほど。はい。私もキャリア教育に、携わることがあるんですけど、その交流会で今年の夏に、知り合ったばかりの同年代の子になりまして、はい、ラジオしてます。ああ。はい、まあ。で、その時にね、ねうんうん、ちょっと名前が珍しいので、うん、なんていうの、ちょうど緑色の洋服をこう着てたから、なんか、うん小なぎさんだけどずっと小ネギちゃんだと思ってて、ずっと小ネギちゃんだと思ってて。えぇ、出すぎない。えぇ、はい、ちょっと小ネギちゃんってすごいいじりまくって、はい、それで盛り上がって。盛り上がったの盛り上がったの盛り上がったの大丈夫かなそれ。ちょっと待って、ちょっと僕のセンスから言わせると、それ盛り上がらないぞ。なんか盛り上がってて、はい。なんかはい盛り上がりました。なるほど、はい、ということはあれですかね、不思議な空間になるの来週なんかね、うん、結構なんだろう、すごいこう喋り方とかがしっかりしてる子なので結構パチッとしっかりこう喋ってくれるような回になるかなって思います。トークテーマはですね、ミスマッチからの再出発ということで。ミスマッチからの再出発いや、すごい面白そうなんだけどさ、なんで小ネギでいじっちゃったのそれ。ネギリに似た名前と、なんか洋服が緑色の服たまたま着てたから、小ネギちゃんだと思って。小なぎさん聞いてたらごめんね。ちょっと不安になりますけどね。大丈夫かな、盛り上がってるから。トータさん、コレッチさん、これで分かりました緑色の服着てたってことは分かりました。いやまあ当日の楽しみってことで。うまくまとめていただいた、ありがとうございます。まとまってるわ。まとまってねえわ。まとまってねえよ。結構キャリア教育の支援のお仕事の話とか、ご自身がどういうふうに今に至ってきたのかみたいな話をですね、貴重な話をしていただけましたので、その放送になります。ぜひ皆さんお楽しみに。もうそんな貴重な話なのに、小ネギ、小ネギって。はい、ということでございますけども。小ネギちゃんです。はい、小ネギちゃん。あ、言うなよ、そのこと。で、はい、じゃあ次行こう、もう。はい、はい、はい、でその、約2時間後、はい、まあ、2時間半後ですね、はい、に放送の、スマイルアワイルですね、うんうん、はい、コレッチさんちゃん、はい、あ、違うんだね、コレッチさんちゃん、コレッチさん、コレッチさんはどうですか。はい、はい、そう、えっちゃんの番組が終わった2時間後のスマイルガマイルですが、うん、先月デザフェスに出展したんで、その振り返りをしようかなと思ったんですが、うん、まあちょっと騒がれすぎましたからね。騒がれたんじゃなくて、あ、うん、で別のことを思い出し、あ、別のこと、うん、まあそりゃそうですよ、あれ思い出しちゃいかんですからね。いや、あれではないわ、あれはそんな触れずにっていうことですけど、10月の後半の、10月後半前半、あ、後半だ、応援ワードの話をちょこっとしたのを思い出し、その結果についてちょっとお話をしたら、はい、デザフェスについて振り返る時間があれあんまねえぞっていう、なんか
不思議な回になっております。あら不思議な回なるほど。ただ気になる、何なんだよ、もうなんかもうね、本当月曜日グダグダなってるなんか今回の月曜人月曜人グダグダじゃないですか、もう怖いなぁ。大丈夫かな、ね、手帳見たらそうそうそう、ねえ、うん、ねえ、月曜日おかしいね。ねえ、月曜日の夜はぐだぐだってます。あのというよ、月曜日からは。ゆるく行きましょう、週の始まり月曜日。そう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 、ゆるめてね。あ、まあ、ゆるく行ってもらうのはいいんですけど、もうなんかさ、申し訳ありませんですよ。申し訳ございません。いや、でもあれですよ、私。高島正信じゃねえんですよ。さあ、ほんと。90回目で記念すべき回だったのにですよ。あ、そうなんですね。すごい、なんでそんなになっちゃったんだ。いや、思い出しちゃったから話したくなっちゃったんですよ。うんうん、いや、ほら、ね、横、あらかじめいけないけどって話をしたら、触れなきゃって急に思い立っちゃったから。そう。だからさ、多分ね、この三人の中で一番自由なのはあんただと思うんだよね、俺。確かに、コレッチさん、だいぶ自由にやってますよね。一番自由なんだよ。今までうちの番組であまり表に出なかったけど、あんたが一番自由だと思うんだよ。だって、収録の時に他の人に聞かれずにやってますからね。そうそっかそっか、音響さんのね、特権でしたね、スタッフさんね、特権っていうか職権乱用だよね。なるほど。はい。ということで、デザフェスについて、ね、思い出して語っちゃったという感じですね。はい。わかりました。はい。わかりました。ということで、はい。そっからですよ。はい。火曜日、水曜日と経て、ね、木曜日の、はい、夜9時半。締めをよろしく頼みました、本当に。いやもう締めてもらいたい。いやもうほら、調査さんはだって綿密に計画してるからほら。そうそうそう。ね、本当に。いえいえってそこでそうですよって言わなきゃいけないじゃないですか。はい、そうですよ。はい。そんで、はい、その、ワットレインデゴーはどうなるんですか。はい、ワットレインデゴーは、ぐたぐたじゃなくてごめんね。いや、ごめんじゃないじゃん。あんたが正しいんだから。じゃあ、自信持っていきましょう。はい。はい。大変長らくお待たせいたしました。はい。大変長らくお待たせ。お待たせいたしました。はい。次回の What Rain で Go のゲストは、うん、オールナイト埼玉のパーソナリティのお二人。オガちゃんとミカドさんでーす、はい。そうなんですよね。はい、我々なんですよ。そうなんですよ。我々なんですよ。そうなんですよ。この、ついに、ね、まあ、私がちょっと、サボってた件もあるんですけど、いやいやいや、そんなことない。ちゃんと、年内にお呼びすることができまして。はい。ありがとうございます、本当に。いや、ありがとうございます。お二人、オガちゃんとミカドさん、収録の時はありがとうございます。あ、いやいや、とんでもないです。もうなんかね、僕は、もうとにかく番組をぶち壊さないようにいやいや、えっちゃんの番組は散々ぶち壊してるので、いや、もう、十分、ね、いつもと雰囲気が変わってますから、大丈夫。まあ確かにね、ちょっと、ワントレインでゴーの雰囲気、普段の雰囲気とは、多分違うと思います。違います。全く違います。違うね。はい。はい、もう、こういう回もあるんだよって。ああ、ね。ありがとうございます。供養してくださって。あれ、時、ちょっと収録の話の時に、私がほら、オープニングで話したことって覚えてます？あ、オープニングでね。うん。多分忘れだと思うんですけど、はいはい。実はラジオでありがとうの音楽に乗せて、うん。岡ちゃんとミカドさんをご紹介したっていう、他の番組で。はいはいはい。あ、そうです。はい。ありがとうございます。もう、いや、ほんとね、
なんかね、我々もちょっと無駄に忙しかったりするので、うん、いやいいんです、いいです、いいです、はい、どんな番組かって言ったら、これっちはわかるけど、絵本の扉、うん、そうですね、ね、絵本の扉で、ね、ラジオでありがとうっていうコーナーが最後の最後にあって、うんうん、そこで岡ちゃんとミカドさんを、ね、今私はここにいるのはお二人のおかげですって。あら。あ、それは覚えてますよ。覚えてます。それは覚えてます。もちろんですよ。で、はい、それの、まあ、次の週の、次の、放送なので、今回のが。はい。なるほど。で、そのオープニングで、先週、ね、絵本の扉でお二人を紹介しましたっていうような感じで、ああ、いや、そう、いや、もう、収録したときはそれ気づかなかった。そうなんですよ。いや、わかんない。わかんないなもんだって、それは。そう、うん、もちろん。うん、だって、放送の前だから、うん。その絵本の扉の放送の前だからね。うん、なるほど。ね、もちろん、わからないと思いますけど。はい。いや、つながりでお呼びくださって。いや、ありがとうございます。いえ、こちらこそ、本当に、こうやって今、お話できたりね、うん、夢の種でお話できるのも。うん。元はって言ったら、岡ちゃんと美香さんですから。いや、ありがとうございます。まあ、いや、まあ、まあ、でも、うん、僕は割り乗りってのは、悪乗りをしちゃうので、もうとにかく、番組をぶち壊さないようにっていう。ね、いや、壊してませんから大丈夫です。うん、いや気をつけてやったつもりなんですけど。そうね。はい。まあ、それはもう、リスナーさんに判断してもらいましょう。そうだね。はい。ということですね。コメントも ね、ぜひお寄せいただければと思いますよね、本当に。そう。いやー、でも、うん、本当にね、中野で待ち合わせした時もね、うん、僕が、結構ギリギリについて、ちょっとタバコ吸ってから行きますみたいな。ギリギリ。自由だな、マジで。本当にギリギリだった。そう。いや、ギリギリだったけど、でも、間に合ったんですよ、全然。間に合ったの。間に合った。全然大丈夫。ほんの数秒で間に合った。そうそう、間に合ったんだけど。すごい。うん、結構ギリギリで。いや、ちゃんと計算していきましたね。ね、走って飛んできたからね。そう。いや、だって遅れるわけにいかないじゃないですか、だって、それは。うん、ありがとうございます、本当に。いや、本当に、まあ、ぜひ、皆さんも楽しみに聞いていただきたいな、というふうに思っております、うん、ということですけれども、はい、じゃあ、時間だね、放送時間。うん、そう。はい、放送時間を、順番に、お願いします。はい。はい、では、じゃあ、笑顔の港からいきますね。はい、放送時間が12月の4日の夜9時から、月9の時間からですね。ありますね。はい、で、何で笑ってんの？何で笑ってんの？絶対気抜いてたろ、お前。普通に嫌いよ、はい、月9の時間、月9のエツコですって言わないといけないよ。そう、ちょっとね、うん、はい。はい、うん、ちょっとね、恥ずかしくなっちゃって、くさつけ笑っちゃう。くさつけ忘れてただけだろ、お前。大放送が翌週の12月11日月曜日、月9の時間で、はい、はい、あります。はい。パープルチャンネルで、笑顔の港と検索していただいて、笑顔の、笑顔の港って検索していただいて、パープルチャンネルから、ぜひ聞いていただければと思います。ただ、先ほどちょっと、岡ちゃんとの、秘密基地のね、コーナーでちょっとお話ができなかったんですけど、ね、笑顔の港の話をする中で、ね、蝶太さん、歌さん、ね、フラレコずっと続けてくださって、笑顔の港にも、今年出演もしていただいたっていうところもあるのでね、本当に今年、蝶太さん本当にありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。うん、楽しんでやってますので、はい。ねえ、ありがとうございます。ねえ、私も蝶太さんの番組もね、出させていただいたりとかも本当にありがとうございますってことで、はい、ありがとうございます。こちら言いたいなと思って、すいません、言っちゃいました。ありがとうございます。はい、12月4日と11日です、ね。11日。はい。の夜、はい、夜ですね。朝じゃないですね。夜。夜9時だよ。夜でお願いします。はい。皆さん、うん、お家に帰ってきた時間ぐらいでね、聞いていただければと思います。うん、はい。電車の中とか、ぜひぜひ。はい。はい、すいません。はい。ということで、コレッツさんの方は。はい。はい。えっちゃんと同じですけれど、12月4日放送、はい、再放送が12月11日ですね。はい、パープルチャンネルで、
23時半から24時、日付が変わる前までの時間でスマイルガマイル放送をしております。内容はぐだってても90回目という記念すべき回です。笑いながら聞いていただければと思います。はい、うんはい、ということで、もう、あの、みんなで90回っていうコメントを、あの、山のように送ればいい。いや、この間だって、あの、昨日だっけ、あの、コレッチさん、インスタライブやってませんでした。あ、そうやってたね。やってました。やってたでしょ。もうす、はい、もうインスタライブやってんじゃんと思って。あのおまあ、僕はあのちょっと諸事情があって見られなかったんですけど、インスタライブやってると思って。うん。何ライブやってたのあれ？あれは、ガマ口の紹介しようと思ったのと、うん、デザフェスの当落発表日だったんで、あ、なるほど。ああ、その発表も兼ねて。なるほど。ちょっと人に勧められたっていうか、そういうちょっとライブ配信はいいよって話で、じゃあちょっとやってみるかって思ったので。あ、うん、初だったんですかあれ。初っていうか、一回、お試し的なものはやったことあったんです。でも顔出ししないで、うん、なんか作品を見せながらみたいな感じだったんで。はいはい。顔出しでのインスタライブは初でした。なるほど。なるほど。じゃあ、チャレンジしたわけですね。なるほど。まあ、ということで、ラジオと共に楽しんでいただければと、はいはい、いうふうに思いますけれども、さて、歌さんの方は、はい、放送日と放送時間。はい。はい、私の方、ワートレインで号は、毎週木曜日、12月前半は7日と14日。はい、7日と14日。一番最後ですね、あの、週の、ね。そうですね。7日と14日の、夜の9時半、21時30分からの30分間、オレンジチャンネルで放送いたします。はい。はーい。はい。ということでございまして、ね。3人でね。まあ。ワイワイやってましたね。そう、ワイワイやったね。言えるね。すみこさん、笑わせながらやってましたけど。あの、いつも言ってるけどさ、もうあの、すみこさんに口説かれるのよ、俺。そう。あの、すみこさんだったんだよね。あの、PA がね。そう、PA が。すみこさんに毎回口説かれるんですよ。想像したら、ね、もう翔太さん、すみこさん率高いですもんね。そう、すみこさんが一番高い。へぇ、うん、いつもね、あの、いつ君は夢の種のパーソナリティになるの？いや、ごめんなさい、なりません。ただ、こんなパクリパーソナリティが、やれないですよ、30分。確かに。そうね。だって、口ずさむのもダメですって言われて。先に言われたからね。やれませんよ、そんなの。あの声のモノマネだったらできるんじゃない？福山は。いや、モノマネはできるけど、歌ったらダメだよね。歌ったらダメだよね。さっきみたいにさ、あの、貧乏とか歌っちゃダメなんだよ。そうそう、ちょっと許可取ってからじゃないんだ。そうそうそう。お金だけが生きがいなのとかって歌った瞬間に放送できないわけだから。これはね、俺のキャラクター出せない。無理ーってなるから、うん、ダメですよ。声のモノマネ力をじゃあちょっと鍛えないとですね。声のね。なんでそういうハードルを作るの？しかも月2回とか行くんで無理だよ。いけますよ。いや、ダメだよ。こっちもやって、あっちもやっては無理だよ、俺。うん、しっかり忙しいですね。無理だよ。俺の埼玉はね、うん、あの毎週ですからね、うん、そんなにキャパでっかくね。まあ、ということでございまして、本当にお三方、はい、あの、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ぜひ聞いてください皆さん、うん、はいはい、ということでですね、まあ楽しかったけど、やっぱり伸びたな、なんかな。いや、俺が一番心配なのは、小賀ちゃんの体力が持つかどうかなんだよ、ほんと。この時間までね、まだ大丈夫かと思います。まあ大丈夫。はい。よかった。なんとさ、うん、なんとか。そこだけなのよ、俺は。ほんと。俺はさ、もう何時まででもいけるんだけど。
うん、オールでもいけちゃう、まあね、オールでもいけちゃうっていうぐらいなんだけど、まあでも、ね、仕事ですから次の日、そうなんですよ、まあということもあるのでということでちょっと伸びたのがちょっとね申し訳なかったというところではありますけれども、それでは、そろそろ、本当にお別れの時間でございます。はい、ババンババンバンバンアビーバーノンノン、はい、ということでございまして、まあ、うん、今回は盛りだくさんだったですね。そうだね、あの、うん、中身濃かったよね、ほんと、うん、うん、いやー、濃い、はるちゃんはね、またこれを機にね、うん、たくさん来てもらって、いや、ほんとね、で、あとね、実はですね、ほら、うん、うちのほら、競馬実況同好会に、うん、はい、ほら、うん、ウマ娘風の、こう、うん、動画送ってもらったじゃん、リスナーさんから。はいはい。おぉ。あれね、うちの生徒だった。あ、そうなんだ。それが分かりました、昨日。あら。はい。はい、ということで、今夜も楽しい2時間38分でした。お相手は、ほがちゃんと、ミカドと、えっちゃんでした。次の回でも一生懸命頑張ります。ごきげんよう、さようなら。